んだよ、それが世界にあるんだよ。そう、まさにあれだよ、大質の木元。え、好きやな大質の木元押し押しやな。ええやんけ。からの、あのルーズリーフの一枚だけの切れ足があるわけ。何それ。研究結果ですか。ルーズリーフ俳優が何て言うのサポートの元台本を即興で演じながら。何を言ってるんだお前は。何を言ってるんだお前は。生まれた言葉の創造、毎日新しい作る即興的な創造的。うわ汚ねこの部屋。何言ってるんだお前らは。演出家のサポートのもと台本を即興で演じながら。きたねこの部屋。なんでこんなあのゴミの。なんでチューパーシャップスなんですか。ああそれはね、あのチームバチ。スーツ姿で。ね。言葉の想像。スーツ姿でこの過ごさなきゃいけない。毎日新しく作る即興的な創造性は。なんぞ全然俺に記憶にないものだぞ。明らかに誰かしら の, あの手書きで書いたノートですよ。あれそれじゃあ俺の可能性があるね。かつ読めない。なんだと、うん、読めない。字が汚いから。人間に備わっている。あの半分ぐらい漢字が読めない。なぜなら字が汚いから。こんばんは、はきなこもちさん。こんばんは。全てが合わさった創造活動、偶然性をプラスのものとして考えてたでしょ。え、何それ。ピナバウシェ、楽天銀行の口座開設されたお客様にお知らせ。まとめてやらせるね。あれだから、でこれだから、それ俺演劇のね、ちょっとね、演劇やるんですか。演劇史を一応言うの。シェイクスピア、シェイクスピア、人間に備わっている。最近で言うところの、あの、ポーの一族。渡されても捨てていいかどうか分かんない。まあ、絶対いるから。いやマジで、家の鉄道沿線が塚の沿線やから、あの 100% 広告に塚の広告が出てるわけ。宝塚の広告が2面出てるわけ。それぞれ違う舞台だよ。必ずこれだから渡されても困るね。どうしたらいいんですか。まあ、早く酒出してきて。あ、お前の人生に出演になる時が来る。さっき石川さんが出してくれたやつ全部冷蔵庫入れましたよ。じゃあどれか好きなやつ出して、でかつ石川さんの分も出して。石川さん何飲みます。あ、今コーヒー飲んでます。俳優が演出家のサポートさんのもと。読める読める読める、うん、私も即興で演じながらセリフを覚えていく。生きた言葉の創造、うん、毎日新しく作る即興的な創造性は、うん、稽古から公演中も続く、うん、常に生きた演技をしているという感覚。それはだからなんか直接演劇的なことじゃないのかな。はあ、それは多分アボさんしか解読できない。そりゃそうだ、札幌一番あるじゃないですか。それはもうラスイチ。ラスイチ。あ、それね、持てない。いらないですよ。本質的には全くラスイチじゃないか。まあ、第2、第3でね。第2、第1の札幌一番。札幌一番。電源延長。必ず現れるから。全然延長しない。0.1 メートル。あげる。入れやすいよ。どうやって使うんですか。使うから、それ。そう使ってないじゃん。違う違う。もう使われてる形跡あるからね。ないですよ。開いてないんですから。もうお前はすでに使われている。もうおそらく3歳児までしか使わない炭火バサミ。それはあれですよ、ね。鼻毛のやつで。もう二度と出てこないですよ。ここに。大丈夫、鼻毛入れをあと2つあるから。いらないですよ。使える鼻毛切りを2個持ってて、なおかつ追加でもう1個買う。そう、3日目取らないから。上でここに投入されるわけです。HDIM ケーブルと同じ。ここから新しい買ったも出てくるしね。これが醍醐味。おさん、買ったいらんねんったら、もらっていいっすか。もらっていいっすかって1個。あの、最近職場でカッターなくしまして。あ、じゃあこれをあげよう。やったー、うん、これでしばらくいける。
スのみの機能。こんばんは。大丈夫、あの鉄のフレームであれば全然ダンジョンが戦える。こうやっても曲がらないから全然いける。実質で誇りです。こんばんは。みんなー。こんばんは。味噌出てきた。捨てろ捨てろ。マジやマジや。味噌出てきた。しかも何も密閉もさせてない。急に関西弁で逃げてんちゃうぞ。たくさん飲んできましたね。しこたま飲んできたっすね。しこたま飲んできた。あとホッピーの上にちゃんと捨ててね。捨てる捨てる。うん、許す。じゃあ開けるから。お疲れ。お疲れ様です。お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。一個捨てれば一個落ちる。それがこの家の定めなり。僕駅なり。これいる？何ですかそれ。そのアーティスティックの何かじゃないですか。持ってみて。いるって。持ってみて。おもー。おもー。重いるからそれ。熱っ。厚みに加えて、見た目以上の重さがすごいからこれ。これ何に使うのか。そうだから敷板といって、茶釜の下に敷く。あー。どうですか。じゃあお茶を食べてくださいという。話でございます。自分5歳ぐらいまでお茶習ってたんで、4歳の時点マジで山形県なのに。山形県なのに山形県はディスりすぎですよ。いやいや、俺より大山の方がよっぽどディスってる。自分沖縄出身なんでひどいですよ。ほら、何ですか。お、100ドル。100ドルじゃないですか。身体加工。なんで100ドル出てるんですか。反復の関係かっこ、重複。なぜ1回制では無理なのか。新潟にこれなんですか。これなんですか。身体加工反復の関係ね、うん、これはあれだね、鳥羽、うん、のセミナーに行った時の情報社会の身体表現は仮想現実、死者の異例、政治的問題の3種類があります。うん、すごいね、やっぱり自分自身より読めるよね。全然わかんないけど、僕は読めなかったですね。僕も読めなかった。なんでやねん、全然わかるだろう。身体化と反復の関係が重要と。まず1回制でもそこまでは読めた。新潟言うときは、それ1回は、それ以降は一切読めない。多分、タイトル以外は相当急いで。そう筆記したんじゃないかな。黒子イコール、他力性のアレゴリー。何言ってんだこいつは。安泰やからね。無形現代舞踊イコール表現主義、歌の手術バレエイコール伝統主義。それは分かる、分かる分かる。すごいですね。なんか一切聞いたことがない古典派の方々がコメントしてあるんですね。猫、猫村さん、ほこほこさん、水野さん、こんばんは。猫、猫村さんを最近来てくれてる。こんばんは、猫、猫村さん。あと、きなこもちさん。きなこもちさん。あとね、爆弾、なんだっけ。ドクロみたいな。そう、頭に関係あるのと爆弾みたいなやつ。全くもって、我々が知らないような。そうだよ。我々というところの、我々というのは、まあ、具体的に言うと、5から6年前の GP なわけですが、猫猫村さん今日誕生日やって。お、誕生日おめでとう。バス、ハッピーバースデー、おめでとう猫猫村、もっともっと強くなれ。おめでとう。ジャガモドキとか与えてみてもいいんじゃない。いや、魚モドキちゃんとあげるから。大丈夫。毎週100ゴールド払うんで大丈夫です。あ、オイリーよね。そうで、たまにね、途中仮装ね。食事で賄えない分を途中仮装でごまかすという。
部さんモンスターファームズやってました？モンスターファームはね、ワンしかやってない可能性がある。2はどうだったろう。ワンしかやってないっていうことは、ガリが持ちだね、持ち。ガリが最強説の時ね。ガリが最強説、ガリがフルパラいけるっていう。ボール999いけるとか。ああ、なるほど。うわーい、今日はラッキーって。こんばんは、爆弾生首さん。そうだ、爆弾生首だ。こんばんは。この方々はあれですか、わかんない FC2 のわかんないって方々なんですか。わかんない。だってそのだから全員が一体どういう出陣の人たちなのかわかんない。確かにね、わかんないよね。ネイティブ YouTuber の方が、ネイティブ YouTuber YouTuber はな、なんだおさん FC2 やったんですか。 FC2 だからやっぱりなんか2つやっててもなんか別に意味ねえなっていうか、うん、あとは分からないでもない。まあ両方のチャットを一元化して入れるシステムはないです。できなくはないけど、その辺にありますよケース。これはね、ケースがあるかないかっていうのはもう猫がこの中なわけですよ。シレディンガーの猫箱。そうそうそう。こちとら、もともと知らないわけで、あそこを調べる気力がないわけですよね。しかもね、その辺に埋まってる可能性はある。そう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 。何がだい？ソー3のパッケージ。ソー3のパッケージが。ソー3のパッケージなんて必要ないだろう。うん、じゃあ置いといて。ほんま、ソー3なんて別にもう見る必要がないんだよ。捨てればよいやつ。なんならヤングマスター書き文字の精神科。断片的に見ると分かんないわけですよ。なんか気違いに見えるよね。こんなこんなくたびれたの遅いし入ったのに、ここまでやるな。おお、すげえ。アップルシールあるよ。ペストロッソ。いらねえ。食えんだろうか、これ。いらねえ、いらねえ。何それ。食えるんだろうか。パスタソース。ペストロッソって書いてあるんですよ。え？未開封？もう分かんない。ドーポ、ラペルトゥーラ、コンセルバレ、インフリゴリフェロ、エ、コンスマレ、エントロ、セイジョルニーダーコンスマルシープレフェリビビメンテエントロイルウェディラダテ。この小手班の方々に石川さんと青さん食べられます。大山は分かるわけ。賞味期限でしょ。いけます。でも開いたかどうかが問題。あ、開けてんの分かんない。それは開けてみないと分かんない。だからもう猫箱な。いや、開いてないと俺は思ってる。割といきますよこれ。パソコン、ポモドロ、エバジー、ベジリーコ、イングレディエンツ。いや、おかしいなって言うけどこれがワンセットやからね。いや、だったら分かるわ。あ、金太郎さんこんばんは。良くないってことだけは分かる。ドーポ、ラペルトゥーラ、コンセルバーレ、フリーゴ。言い訳がないけど、開けて冷蔵庫に入れて7日間を持つって。あ、じゃあ開けてなければ大丈夫。開けてなければ2018年の2月2日まで持ちます。シンクの中でバキバキに割れてますよ。開けたら冷蔵庫に入れてれば7日間持つって言われてますね。じゃあ大丈夫だ。イタリアの、ね、それはね、それはね、もうなんていうか、しけしけりのゴンゲ、しけりのゴンゲ、しけりの極地、しけりの化身だから。輸入者、東京ヨーロッパ貿易株式会社、神奈川県横浜市。あれ、なんか鉄の音がする。ああ、なるほどね。東京ヨーロッパ貿易会社、株式会社で、神奈川県横浜市。なんだなんだ。冷たい。当
めると無限に吸い上げるやつじゃないですか。空間があるから、あのここに関しては問題ないんだけど、ここやね。あ、冷たい。これこのシーニング何がしを使うんですか。シーニング何がしかい、うん、それはね、うん、俺もおそらく3割ぐらいしか使わないんじゃないかと思っている、うん、まあ資源ゴミの気にしてた方がいいとは、まあね、僕は思います。ワイトもそう思います。ワイトもそう思います。ワイトは分かんないな。アボさん、金太郎さん来ましたよ。金太郎さんが来た。金太郎さんは初めてかもしれない、うん。ちょっとそこそこ400円ができただろう。おお、切ったね。切ったね。400円が親ももらっとけ、もらっとけ。あったー。こけそうになるっていうね。普通にこけそうになるっていうね。どこやったら部屋の中から400円できるんだろう。いや、あの400円で済まないからね。おっ、ほら、またできてる。そうなの、また50円だもんね。55円できてる。あったー。55円できてるんだ。1時間のバイト代ぐらい儲けられそう。皮の皮が出てきたね。中からあのタブレットが出てくるっていう。え？サーフェスが出てくる。もったいな。サーフェス。うちの僕じゃないじゃん。サーフェスじゃないじゃない。サーフェスが出てきたとしたらそれは石川さんだから。これ石川さんの？え？もっと？これ石川さんの？もっと？うん。僕も。あ、マジっすか。あの、最も安全なのは電子レンジの方です。あらゆるものがね。あ、ここから今、この下から出てきたんで。あ、バーはこの。そう。一瞬にしてヒエラルキーが。バカになるので。所属がバカになる。この空間に。真面目な話。サーフェスが出てきたということは、あれなんかおかしいなと思ったんですよね。危ないよ。あの夢枕幕の小説に柔らかい家っていうのがあるんだけど、そういう感じでみんなぜひ読んでほしい。ん、読まないよ。あ、そうですね。長層のこれは何、あの枕的な話か。これ何、いいです。これもいつどこで誰が何をしたゲームが無限にできるカードが。あ、どうも。これも古墳っていうものなんだけど、古墳って言うと腰が痛くてすごくなってきたから、うんうん、悪と認定した、うん、悪のものは左に、うん、富士山がよく来るたびにってやってたやつ。篠田さんも使ってましたよ。篠田さんも使ってた。あと、あの足首がそろそろ痒くなってきたね。ここに耐えきれてないじゃないですか。この人はどちら様ですか。僕の人はパンダ。セブンのクッキー。そうだよ。僕の人はパンダ。パンダのスイーパーと呼ばれた GP なり。GP とは一体。GP の説明をこの前した気がする。マジっすか。うん、もう GP の説明をするというあたりはあの地獄ですよね。そんなことはない。俺は常に何度でもゼロから説明していくよ。どっかの部族？どっかの部族になっちまう。それではまあ、ヤクザではない。ズール族。ズール。これはね、重たすぎんのよね。めちゃくちゃ重いですね。
く儀式。これ何？噂の GP。そう、もう置いといていいんじゃないですか、そこ。で、これ何だと思う？今買ってきたやつ。違いが分かる。舐めろよ、そんな。引っ掛け問題みたいなのやめて。びっくりしました。ゴミの溜め場だと思いました。何かしらの加工に凝りすぎて、あの何かしらの工具を買うのやめてもらっていいですか。なんでだよ、加工がこれからも必要なんだよ。俺はまだまだ加工しないといけないんだよ。俺は人形劇は人形劇、人形劇、あのまあいずれないっす、もういずれ、あの一生ないっすまあいずれ加工を広げてもいいじゃな、大して利益がする。コスパの悪い、出た棒ハンマーな、出た棒ハンマー。これね、あの意外とね一生やってられないいくら使うかこれ。うん、覚えてない。お富士さんがこれっつってたじゃないですか。いや、それじゃなくてあれ書くんじゃないの。書くはパケインさんにあげた。え、あげたの。あげた。ありがとうございます、石川さん。あ、ネルソン。イエスヤンのネルソン。ネルソン出とく。まだ開けてもいないで、このもうむしろ。今日ハブに行ったらネルソンいましたよ。中古と化した。ネルソン。本当ね。ハブましたよね。うん。ネルソンどっちですか、右ですか、左ですか。腕がない方。赤い服。ほら、あ、ネルソンだ。ネルソンだ。あ、ネルソンだ。ネルソンだよ。ネルソンがいるじゃないですか。ネルソンはビールを飲むよ。そっくりじゃないですか。これ心臓の凍結、心臓凍結心臓のプロットじゃないですか。こんばんは、皆さんでアボさん宅にお泊まりですかって。不本意ながら、不本意ながらその通り大事にしてます。マジですかもうだって書いちゃったから。正しいと、その予想は正しいとも言えるし、正しくないとも言える。おさん、これどれが一番美味しいですか。めっちゃ美味しいじゃないですか、これ。やめても、やめても。あ、でもやっぱりコロッケのまんまはやっぱり一回行ってもらいたい。なんかね、あの、まんまのやつ、ちょっとね、あの、界隈で話題なわけですよ。あ、そうなの、界隈って何かよ。まんまとは一体って感じで、いやでも話題なんですよ。いや、まんまだよ、マジで。まんまがね、数種類あるわけですね。僕は、僕は食ったことなかった。コロッケが一番ね、なんかコロッケをそのままスナックにしましたみたいな。あー、ビールに合うやつね。あー、うん、割と普通にうまいとは思う。コロッケじゃないですか。特に一缶目はコロッケ伝統してる。石川さんにね、石川さんコロッケとか食べます。食べるよ。どうですか、うん、7年に1回ぐらい7年に1回10年に1回ぐらいの。あの食物じゃないと皆さんはどこに吐き出しますか。コロッケ伝としている、うんうん、ダメかい。なんか、うん、あの嫌な脂っこさもコロッケ伝としてる感じ2日目のコロッケみたいな感じ、うん、3日目まではまあ確かにコロッケ伝としてる、うん、それ以降は嫌な脂っこさだけが残る。マジかよ、うんうん、俺はでも嫌いじゃないですよ、うん、ただ好きになることもないです、うん、そうね。なんかお隣さんが美味しいコロッケできましたって持ってきた感じ昨日のコロッケを。コロッケ揚げすぎちゃったんだけどそう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 ね、5個くらい持ってきたコロッケの最後の1個の感覚。うん、うん、油に
対して強えからな。そういうとこあるよね。ジャケットが落ちてこの中にいっぱい見えてる。最新のガッツィラじゃなくて欧米版のガッツィラじゃないですか。マグロ食ってるよな、ダメだよし、捨てよう。もう誰にする。次、あの闇付きホルモンと闇付きホルモンと闇付きホルモン、闇付きホルモンにしましょうじゃん。これうまそうじゃないですか。そう、あ、これうまそうだよね。あ、でもうわ、こっちもうまそうだね。そうじゃない、これだ。よし、アボさん、灰皿ありますか。灰皿はない。平たく言うとないが、しかしついに決めました。産むことはできる。若干割れたやつ。産む灰皿を想像することはできる。想像はできない。これを飲み切れば灰皿になりますよ。間違いない。いや、いいけど、大丈夫でしょ。いや、あちょっと思ったより大きくないとダメな感じだね。あの、噛んだ瞬間に感想が出てこないやつ。やめつきホルモンはもう僕2年前に食いましたけどね。ミリモホルモンじゃないです。あの、歯応えがあるだけやね。めっちゃけ味すらないですね。なんか何かしらの味はあるけど、ホルモン的テイストではない。内臓感あるやんけ。嘘、ちょっとありますよ、ちょっと、歯応えが若干ね。は、噛む回数がホルモンやんけ。噛む回数のみね。これでいいですよと思ったら中にビニールと靴下が入ってます。これでいいですよ。もはやね、この部屋で、あの、アボさんの提案に関しては死ぬか殺すしかないわけですよ。そんなことはないよ。助けようと思ってる本人は。まあ、アボさんが、僕が殺そうと思った場合に助けようと思うと、7割ぐらいの確率で。してないから不利になってるやつ。でもあとは急に火を吸いしてるでしょ。やりもしてるのに。これ今日一人寝れるスペースが増えましたよ。違いなく、へそみたいなのが出ている。
これエゾみたいなものじゃないよ。なんと言われると難しいけど、プラスチックのフック状の何かです。何かは分からないけれども。いやね、やっぱりね、こういうのがあるから、アボギャはたまんないわけ。たまるけどね。用意してくれてるわけですよ。そう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 。いやもうあの、意図的に用意してるのであれば、ぶち殺してやろうかなと思うけど。おめえは何を考えてるの。3回ぐらいぶち殺してやろうかと思うわけですよ、こちとら。ただ、それを漏れて出てくるっていうのがやっぱり面白い。病気ですよね。そう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 。もう意図したら無理ですよ。意図してて出てくるもんではない、これは。仮面舞踏会に使う仮面じゃないですか。匿名性が一切ないですよ。それに関してはもっとあの意図して隠しといてください。わかりますよ、それ誰なのか。青さん、あの双子はどうなったんですか。双子は、双子は妹は結婚した。姉はもうちょっと遊んでる。以上。双子はね、やっぱりね、最高なわけ。何言ってんすか。いやいや、双子は最高なわけ。実際何を言ってんすかとかじゃない。何とかじゃないから、あの双子という概念が最高なの。概念が最高なんですか、うん、何言ってんすか。俺おかしいな。大山も双子知らないわけではあるまい。双子知ってますよ、うん、だから何だって言うんですか。いやでも双子は最高なんだよ。双子可愛いやん。そう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 、うん、双子はあのめでるだけの存在という話。愛玩人間ってことですか。そうそう。極端な嫌な言い方をするな。そう、あの嫌な言い方をするとそう。定められてるじゃないですか。うん、一卵性ソーセージ派ですか。双子に関して。これはモニューゲンでしたよ。来たー。火炎の前写真。もう充足しましたよ。充足。違う、もう元から一卵性ソーセージなんで、その双子は。ザ・双子なんで。その。そうそうそう。二卵性ソーセージであったとしても一卵性なんですよ。違う。概念的には。違う。ザ・双子なんですよ。いや、そ、あの、それはさておきうん、あ、じゃあ二卵性の話はやめます。そうそう、まず、まず双子というか、ね、あーボロボロとサイコロが。それに対して、まあ、似る似ないという要素はありつつも、まあ、事実似ているという。それだけ追っていけばいいわけ。一卵性だろうが二卵性だろうが、まあ、それはさておきなわけで、かつかつあのアボ配信でいうところの双子なわけ。わかんないわかんないわかんない。ハイコンテクスト。これが双子です。全然双子じゃないじゃないですか。え？全然双子じゃないですか。初めて見た。これが双子です。どういう族柄ですか。姉妹ですよ。いや、阿部さん、阿部さんの妹。後輩。後輩。サード部で後輩。あ。たびたび、あの双子の画像が茶道写真に出てくるわけ。たびたび、あの双子に対するファンが生まれるわけですよ。そのうちの数少ないファンのうちの一人が僕なわけですよ。数少ないですよ。数少ないよ、だって主にクコミと僕だけだから。そうなんだよね。主にファンは僕と、あのイカだけやんか、ね、イカだけだ。そうそうそう、セピーダイ、俺の言うところのセピーダイ。そうそうそう、僕のいいところでイカ、イカ界隈ではイカと呼ばれてる。そうそうそう、
ただまあ、おそらく発音がクトゥルフ的なものであるので、あのセピーダイというのは実質の発音ではなくて、あ、実質は何かしらが もうちょっと違う。それはクコミ、クコミ、そクコミ、クコミ、クコミ、ヤルラとホテル、ホテルかナイアーラとホテルかクトゥルフかクリトリトリトルかみたいな、そう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 、あのそういう含みを持ったクコミなわけ。その場合はクコミ、だからあの咳込むようなクコミ、クコミ、クコミっていうのが、それはだから俺がクトゥルフネタをかぶせたわけです。そこに。でもイカれティッシュ、ティッシュ、ティッシュ。でもいずれかティッシュ、ティッシュ。そこにあるのはエリエール、ペーパータオルだけだ。ダメか、いいなぁ、コロッケ。俺コロッケ好きです。いや、好きですよ。文句言いましたけど好きです、うん、あの文句を言いながら好きな部類です。誰しも母親には文句を言うもんじゃないですか。それはちょっとまた別の。ええ言うけど、そこはだって青さんも言うでしょ。いやいや、それはもちろん。ミルちゃん見たべっつってる。ミルちゃん見たべは別にいいよ。そう、ミルちゃん見たべっつってるお母さんに、うん、何がしかの文句ええじゃないですか。お母さんに文句言うときちょっとまた別の文脈だな、うん、メンチ派なんですか。コロッケかメンチに2着しかない世界だとしたらコロッケだ。俺はマジっすか。僕はメンチです。圧倒的メンチです。マジか。間違いなくコロッケだ。クロケットの語源なんでどうだったお前。クロケットとコロッケはもはや別物ですよ。日本語的において。ザ・シェフを読んでないのか。あのザ・シェフは読んでいます。あのなんかあの篠田さんが押す以前からこっちから読んでいます。で篠田さんが押し出して、おやっぱり身のつけどころが篠田やなと思ってこっちから見とるわけ。わかります。ザ・シェフな。わかりますよ。わかるよ。ザ・シェフはチェックしとかなあかんに行ったんではあるわけですよ、ね、ザ・シェフが頭おかしいしな、うん、あれはね、マジでね、あの気違いしか出てこない漫画ですよね。全話ではないですけど、まあでも本当に気違いしか出てこない漫画はおいしんぼの方なんだけど。ああ、いや、あれはね実は、まあ、まずあのそもそもの登場主要人物が全て気違い。山岡に毒された周りの人々が全て気違い。山岡がピックアップする飲食店は全て気違い。なんでだよ。いや、まさに時々実在の時もあるんだぞ。世の地獄というやつはあれ、あれなんやなっていう感じがやっぱりありますよね。いやー、いつ買ったかわからないけど、あらかじめ買っといた特茶お茶すみはうまいな。まあ、割と長持ちついたね、ジュース。うん、言って2週間以内のものだろう。うん、ん金太郎さん、おやすみなさい。おざす。こんな私ですが、明日仕事です。え、そう。明日仕事です。でも大丈夫。でも大丈夫。人生がうるせえ。行動がうるせえ。じゃこれもう向井
習得の愛の手ボットのように This is でもね、あの最近ラディカルオタがね、ラディカルオタが向井修徳を推しに推してて知らないけれどもな、今かと、今向井修徳を推しに推すのかと。ええやんけ。そう、いや悪くはない、いつの時そうそうそう、あれを推しとってええやんけ。悪くはないが、悪くはないが、あの向井修徳を推し続けるもんで、うん、あの向井修徳を推すTL を無限に見るためになると思う、ね。まあ、そういう話なわけですよ。もうもはやでもラディカルオタも GP なのかそうではないのかっていうのは難しいと思うね。ラディカルオタは GP だよ。ああ、そうか。GP と国卒が結婚したというのは極めて実験的、前衛的な例だよね。もはや王子は国卒なのかって、ね。いや、まあ、それは分かんないけど、でもやってねえっていう。国卒自体が存在してないだろう、だって、うん、ないですよ。まあね、金ちゃんと王女子ぐらいしか極卒という存在を担保するユーザーはいないわけね、今ね。金ちゃんなんて特に極卒じゃないですよ、うん、そう、あいつなんか最初から極卒じゃなかったんじゃないかと思ってんだけど、俺は、うん、あいつが、うん、なんか金ちゃんという概念的存在になってますよね、あいつね。特撮と若手男性声優をむやみに押す何がしかの男という詳しいのお前割とという感じの日朝は反応する。なるほどね、うん、そういう男です、あいつは。それしかねえ最近は。極卒一番面白い男という触れ込みでやってきたわけですから。いやいや、触れ込みではやったら一度も本人から言う発せられたことない。自称風でやってる。相手に対する嫌がらせとして主に俺が喜んで言っていた極卒一面白い男を聞いてる。お前から聞いて、おもちゃん、おもちゃんとうとうって嫌がらせとして、お前が極卒で一番面白い男らしいなっていう。地獄も地獄、地獄も地獄です。あんなのはもうね、それはね、やっぱりね、他の極卒はいじらないにもかかわらず、竹下金之助だけはいじらない。地獄も地獄。確かにひどい話ですもん。とにかく、はい、それでも、うん、これでね、やっぱり日々ツイート重ねってやったのが、やっぱりね、それはそうですよ、それはひどいもんですよ。アボさんがあんな人だとは思わなかった。あの人はこう人を傷つけてどうなったって言われたけど、よくよく考えてみると確かに俺は鈴木さんを床に敷いて花火などしている。あれはまあそれは証拠にならないから。それは鈴木翔平なる人物が勝手に床に寝転んで。いやいや、そんなことない。いや全然安全ですよと言いながらリードが火をつけるアオさんには監督責任しかない。あれはやっぱりね、どう考えてもそれはなんていうか、うん、どうなってもおかしくないなっていうか。あ、それに もう一度言いますけど、監督責任しかございません。いやいや、十分じゃない。猫猫村さんがアボさんのお腹を枕にしたいと。ああ、それによく言われる意見なんですよ。お、原発じゃないですか。盲腸あたりを手術したってことじゃないですか。テレテレ、レディファイア。うるせえ、うるせえ、動きがうるせえ。音はそんなにうるさくない。ファイアアズウェル。ここで吸えますよ。本当
Individuals. Fire at wills. Fire. ここに食べると幻覚を催す草があります。大麻じゃないですか。大麻ではない。何でしょう、流絶乱じゃなくて朝鮮朝顔。朝鮮朝顔激毒じゃないですか。絶対に食べてはいけませんよ。なんでそんなものを生やしてるんですか。立派な腹太鼓ですね。こんばんは、こんばんは、こまさんです。こんばんは、こんばんは。ノーホモコンテンツ。オールウェイズ。ノーホモコンテンツ。ノーホモコンテンツ。エビシューマイのまんま。ここに食べると幻覚を思い出す。鶏肉と。絶対まんまでは。ナッツ炒めの。それは両方ともね、まんまではない。エビセンぐらいで。もう、やみつきホルモン。じゃあ、やみつきでもないです。やみつくるも大してやみつきだね。ほどほどにって感じです。ほどほどホルモン。ほどほどホルモンぐらい。ホルモンも。ほどほど何がしか。ホルモンかこれはという。じゃがいももどきぐらいなんですよ。何食べてきたのって。私たちは人の悪夢を食べてきた。やめとけって。鈴木さんは食べてきたの。消えましたよ、ね、鈴木さん、ね、もう死んだ。鈴木さんを食べてきた。あ、エアーブラシさんからこんばんは。こんばんは。アボさんだよ。だから刺身、天ぷら、そば、富士山、芸者、天皇、腹切り、万歳。何でも楽しんできたと思いますよ。ペリーだ、ペリー。日本酒をね、日本酒を飲ませる店をね。そうかもね。日本酒を強制的に飲ませる店。飲ませる。ぐいぐいね。ロートで口を開けて。日本酒以外に隣の三階ですよ。隣の三階。隣の三階。うつろな目をした店員。予約した丸々ですけど、ったら隣の3階隣の3階 NPC だ。あれは申し訳ないと思ってる。ここはいや、なんかや、ヤクをやってる顔だったよね。いや、あれはタイマーを常用してる。なんでだよ。いや、店員が全員ヤバかった。ヤバかった。あれは申し訳ないと思って。なんなんだろうな。閉店です、閉店ですって。いきなり席に来たと思ったら、ミャンマーの子たちがね。ある意味わかんなかったね。付加価値はあるんですか。付加価値あるんですかって。付加価値あるんですよ。店側の付加価値だったからな。吉田組って付加価値があるんですか。俺たちにねえじゃねえかと思って聞いてたけども。ミャンマーの人たちにとってはす。自覚というのはね、と言って僕が話し出すと、店員さんが、あるんですよ、付加価値は。ミャンマーの子たちがね、なかなか女の子二人が、ミャンマーの子たちなんですけど、なかなか蔵元に行けないっつって。この1週間前俺らに付加価値がねえじゃねえか。バカ言ってんじゃないよと。真面目な自家組をこっそら出してこいと思ってるわけ。でもまあ酒も料理もうまかったよ。うまかった。なぜあんな店員なのに酒と料理が担保できてるのかがむしろ謎だって。店員全員ヤバかったよね。ヤバかった。全員ヤバかった。いやでもああいう店に限ってというか、ああいう店に総じてなんですけど、割と店員さんの態度はやばい。ああいう具合です。なんでなんだろうな。残念ながらそれも含めて楽しむというあ、また今回もやねっていう楽しみ方をしていただけると僕はありがたいと思ってますよ。お前も時々おかしいことを言うな。いやでもね、大衆居酒屋とか、まあ、地酒推しですっていう酒場は掃除だよ感じ。閉店です、閉店です、閉店です。あれ面白いでしょ。機械的というかディストピア感が出てて。いやいや、非常に面白い。閉店なんで出ててください。閉店なんで退席お願いします。閉店です。閉店時間まで退席お願いしますっていうのね。あれめっちゃ面白いでしょ。憲兵、憲兵、そうそうそう。
閉店時間だ。2回言われましたよ。退席せよ。1回言われてもこびりついた汚れのような哲学の話をしてそここまで顔を隠している機械兵かっていう感じの、反応を2回見せてくれるという好きそうな雰囲気を醸し出してるからね。そう、お得感素晴らしい。そば結構大盛りですけど大丈夫ですか？2人分そば2人分、うん、10時までにちゃんと全部食べてください、ね、大丈夫、この人6人前食うからで、なんとか引っ込む。すごいですね、食べましたね言ったろって思ったで、まだ注文取った人と別の人がすごいですねって言ったのが味噌なんですよね。厨房で言ってるんだよ、きっとあそこで、そば絶対食わねえよ絶対食わねえのに2つ頼んだって食うっちゅうねん食うっちゅうねんっていうか、こっちはアボカドだぞとこっちとろお前っていうこれね、中松警部ぐらいそばを食うんだぞ。分からない、何まんま何ですか。エビシューマイ、エビシューマイをが口に入れたところで何か分からないという何かまんま揚げたかな何かわからない。いやもう俺の腹いっぱいだわ。味的にはコロッケに近いです確かにこれ製法が一緒だからその製法の味がしてしまってる可能性ある。見栄え上シューマイなんですけど、口に入れてしまえば何者かは一切わからないという面白おかしい食物です。ユニークだね、うん、ユニークすぎてマスターまでしかいかない味がする、うん、まあエビシューマイの体裁は整ってないです、うん、後味はエビシューマイだけど家庭はコロッケと一緒です、うんうん、そう。石川さんはポートワインとはどう思うんですか。飲みますよ、シェリーもポートも。シェリーもポートも、何でも。なんか、酒飲みって甘いものが苦手なっていうか、いや、食後にデザート的なグラッパとかどう。グラッパ、もうこれを食うしかないって言われたら食わざるを得ない。いや、それは何だってそうだよお前これを食わなければ死ぬぞって言われたら食うよ。食いますよ、しかし、他に嗜好品が並んでる状態で、うん、これ、それ、あれって言われたら、それとあれを取る。何か分からねえの。これは絶対食べない。その中にお前なんていうか食べたらえげつない幻覚を見る、うん、それは食ってみて考えて一見、うん、今回は分かったなと思うんだけどね。次回からやめる。だってこれピーナッツタイマーだったらピーナッツ絶対やめる。そらそうだ、そらね、間違いない。そらそうだろ、そらピーナッツタイマーね、法律上ちょっと問題があるので知らなければやめておく、知ってればやめておく、知らなければ食うかもしれない知らなければタイマー行く可能性ある。これピーナッツ、しそだと思ったらタイマーとしたら、うん、ワンチャンタイマー行ってるかもしれない。ツーちゃんぐらいタイマー行くからね。もうね、仕方ないよ、味的に。お腹いっぱい。だって大して動かないもん。これは、やばいな。これをサブ的なパーカッションにするんじゃない。ちょっと待って、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 
純米吟醸は一回飲んでいただきたい。あれは米です、うん、一回ね、アラマサの何菓子かを飲んでいただきたい。アラマサの何菓子、一切刺身と合わないからマジですか、うん、刺身と合わせる喜びを知った上でそんなこと言うわけ。そうそうそう、あの刺身と一切の合わなさを体験していただく、体験していただくっていうために、あのアラマサの何かしかを飲んでほしい。私は明日仕事です。マジで合わない。驚くべきことに明日マジで合わない。僕は配信です。土曜日は配信です。なるほど、いいな。フォールアウト、フォールアウト。石川さん、千年戦争いつ終わるんですか？100年戦争いつ終わるんですか？あれなんかもういつもやってるイメージなんですけど、あれいつ終わるんですかね。でもあのゲームプレイ時間18時間とかで、フォールアウト80時間なあのゲーム18時間しか意外とやってないっていう。フォールアウトマジで終わんないですよね。フォールアウト80時間やってて、フォールアウトね、あの何なんでしょうねあれね。100年戦争まだ18時間。嘘でしょ。どんどんまだまだ続くってことですか。アボさんの疑念感がありますよね。俺はクリアしたじゃないか一応。疑念もまあ終われへんなと思いながらね。クリアしたのアボさん。疑念クリアしたでしょ一応。一部は一応ね。一部はね、一部した。あ、一部まではいいだろう。見てますよ、ありがとうございます。ローズ見てるって、ありがとうございます。いやでも石川さん最初はね、やっぱり基本的にね、切れ目がないというかね、まあ、どこ見ても外れがない感じがありますよね。うん、って言って見ながら、あ、またゲームオーバーやって言って、そっと落ちするときはあるんですけど。全然進まないってね、基本的に。スーパーに引きこもったら、そのまま止まるとか。外に繰り出したら、そのままセーブロードに止まるとか。嫌いではないんですけど、どうしてもね、5回ぐらい見るとやめてしまうっていう。まあ怒られたからね、お前のフォールアウト配信は辛いんだよ。進まないやつやっぱり辛いよな。石川さんがやり始めた後に、私も始めたら終わっちゃいましたって。ああ、あるある、うん、配信者がやってるゲーム見て、ちょっと俺もやってみようかなと思ったら終わってる。配信者先にね、先に終わるやつ、配信者進まねえから。そう、結局終わっちゃうっていうのはよくあります。俺はそんなことないけどね。やらねえからな。やる暇ねえからな。ちゃんと俺はわりかし面倒くさがりだから、ちゃんとクリアする。元々からしてね、石川さんがここに
それ以前の話ですけど、あの、もともとなんやこれ配信、なんやこの配信はという配信を延々続けたったのは青さんですからね。まあそれはそうだけど、うん、あの、ごく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 一部にしかあの、この波のこの一山がわからないという配信をね、延々続けた、ね、うん、それが青さんやと僕は思ってるわけですよ。そんなことはね、ちゃんとエンターテインメント性を担保した上でやってたから、うん、エンターテインメント性、うん、バキとかね、バキ何が、マスターキートね、あと筋肉マンね、筋肉マンはそうだよね、うん、筋肉マンよりは戦いラーメンマンです、ね、うん、そうだね、そうそうそう、ラーメンマンを呼んだのしというか、ラーメンマンを一緒に鑑賞しながら行った時は2年持つというどういう観点、恐ろしいコンテンツなわけですよね。お、お前、なんかついてるじゃないですか。GP コイン。GP コインが。おそらく剥がしてはいけないであろう。美味しそう。剥がした後刺して、急いで戻した。おお。GP コインをトックさんの作品。トックアンダーバーなんですか。そう、TOKKU アンダーバー。うん、今日はまず10分喋るって。人物だから今スが骨折したと飲んだし今帰宅して5時起きで仕事なので励ましていただけませんか、ね、おお、なるほど、頑張れ、チャ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 ファイトだ、頑張れ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 ポーコポーね、ポコポーね、ポコポーね、誕生日の時だよね、もっと強くなれ。それチャットから潮干狩りのやつじゃないですかってツッコミが来てたやつだから言ったけど、いやこれはあのモンスターファーム2の潮干狩りがもらったんですよ、あのモンスターファーム2の誕生日ソングから。知ってる知ってる、うん、だから潮干狩りのパクリじゃなくて、こいつらモンスターファームのパクリなんだ、モンスターファーム2の捨てないわけです、こいつら。それはね、それは言っちゃいけないやつだよそんな元ネタは潮干狩りじゃないんだっていうやつでしょ。いやだってどうせですからね、潮干狩りと言うてもこいつら、あーもう潮干狩りが配信でやったよっていうネタですよ。もうでもあの潮干狩り配信を見てるやつなんて1% ですよ。おめえら潮干狩りがここにいたことを知ってるのかっていう話ですよ。だからもはや知らないでしょう。だって知らないでしょう、うん、潮干狩りアンプルール来たことある？潮干狩りアンプルール来たことないね。来てないでしょう、呼ぶじゃん、くれるくれるまでということは 3年ぐらい前ですよ。クレールいたことあったっけ？いっぺんあった。クレール、ああそうか、クレールは散々来てますよ。嘘、散々クレール散々来てて、で、かつ石川さんとレビンさんと、そうそうそう、何回とかしてますから。そうか、あのハマんねえっていうやつな。そうそうそう石川さんにハマらないってやつね、あったな。そうそうそう、あのクレールに来てるだけじゃなくて、ちゃんとあのクレール配信で出てますから、ね、うん、あいつは。この駒さんって誰？週末の公式戦頑張れそうですって。なんだろう、わからない。何してんの？週末の公式戦わからないが、頑張れ。ファイト。いいか。人間頑張った時は負けても大丈夫なんだ。割とちゃんとした展示会がね、つい5時間ぐらいまで、5時間ぐらい前までやってたわけです。その後に割とどうでもいい感じで入れるっていうのが僕はめっちゃ好きなんですよね。え、何？展示会？展示会。
ん、何展示会って放送関係ね、展示会があったんですよ。ああ、仕事で。そう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 。なるほど。あ、なんか、それ誰かも言ってたような気がする。誰だ幕張でね、あれ、誰かも言った、うん、誰かも言う、それ行くって言ってたような気がするぞ。一体誰だ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 って何だよ誰だった、誰かそんなこと言っていたぞ。まあ、とてもいいけどね、そのね、一応放送関係なんで、そうそうそう、ちょっと行ってくるつもりなんですよって言ってた、最近言ってた誰かが。そして思い出せない、犯人が、なぜ犯人。いやどうもね、ここから遠いかないんですよ。大山寝てよ、うん、僕も眠いですよ大山が寝てる上に僕も眠いですよ、ね、実際2時だしね、うん、岩尾さん立ってるなと思って。俺はもうあれだから、足首かゆいし踊ってるしね。オークティーだよ。じゃあ稲川淳二の話しようか。オッケー。じゃあ淳二、伊藤淳二。順次、稲川順次オッケーオッケー、行こう行こう行こう、私の知り合いの行け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 、仮に映画として見ましょうか、うんうん、からついに聞けなかったんだよ、うん、ババーン終わりやんこれね私の本物来たぞ、本物。残念ながら石川さんが一番似てるというね、友人から聞いたらしいんですけどね、うん、まあ仮に名前を、うん、A さんとそんなに食べない、そんなに食べないいや食べる、食べるから、そんなに食べないって、食べるからマジで A さんのところでそんなに食べないよ彼ね。まあ大学生でお金があまりなかっただけども免許取ったばっかりで、車が車系のやつだな、欲しかったって言うんですよね。安い車だ、地蔵の首を引くやつ。そんな A さん車ないかなー、ないかなーと思ったら、友達がおー車売れてんだってあるって言うんですよね。安い稲川淳二、もしかしたら本当にあのセリフごとにブチ切ってランダムで繋いでも分かんない可能性がある。あーいいなーと思って、買おうかなーと思って、石川さん語録的にはマジで買ったって言うんですよね。買ったって言うんですよね安かったそれでもってって運転する気持ちいいんだ、ってやんちゃん走るって中間の擬音だ。そしたらね、次第にフラフラフラってくる、あー暗くなってきたので、うーんと走る、どん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 暗くなって、うーんとしたら、目の前に光が出てきて、うわーって最初ブレーキ切ったけど、うん、間に合わなかったですね、うん、いやー監獄にいるそうですよ、飛んじゃった、あーと思って、 A さんだから引いちまった、お前ら降りた。ゆっくり目を開けてみると降りて下に行って
見た見た、うん、そしたらもう引いた人じーっと見て、うん、口を、うん、パンコンさせてる、うわーっと、うわーここはね、A さん、気を失ったんですよね。気を失ったか。そしたら、A さん、A さん、声。パッて目開けたら、病院だったんですよね。どうしたんですかって聞いたら、なるほど、事故あってね、って、うん、でも、私が引いた人は、つったら、うん、あれ、誰も引いてませんよ、って言ったんですね、うん、あの時 A さんが見た、あの、口をパクパクさせた人物、うん、誰だったんでしょうね、うん、てん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 そんなざっくりとした、まあでもあるんだよな、マジで。いやでもマジで伊藤純次あります。伊藤純次じゃない、平川純次マジあるからな、ね、その一体それって誰だったんでしょうねっていう幽霊的なものが出てわからないまま何がしてかのぼんやりしたものが出て、あの何もなかったような、何かあったようなっていう感じが、あのいいオチですよね、うん、気を失って、うん、目覚めて、若干の違和感はあるけれども実際は何もなかったという、あのこれね実際にあった話なんですよ。入ったね、出たよ。あのですね、まあ、有名で名前は言えないんですけどね、うん、まあ仮に名前を、うん、A さんとしておきましょうか。モネ、うん、A さんね、まあ、有名な女優さんで、うん、いろんな、うん、まあ、ドラマに出てる、うん、である時ホラーの映画を撮るんだった、うん、それでもって廃校舎でもってトロだった。とりあえずその日の撮影が終わって、あ、やったー、うん、あー疲れたなー、今日の日どうですかねーって言ったら、うん、見てないって、返事が待ってて、うん、だね、ちょっと催してきたから、うん、お寺に行ってきますって言った、うん、どうぞ。 A さんその問題昔に使われなかった学校、うん、トイレを探してもらった、うん、たらあるってトイレ、うん、まあこっかーと思って女性トイレ入ってった、うん、ガツンガツンガツン中華の気温ね、これね俺が言うところトイレのドア開ける、うん、あ、こっかーと思って、うん、こいつに入ろうと思って、こいつ入る、トイレに座るって、いやー今日も疲れたなーってトイレ座って用を足ったら、そうでガヤ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 してるって、うん、あ、さてはこれ聞きつけてきたなーって、いやー何を、有名な女優だから撮影してることをこの辺の村の人が聞きつけてきて見に来たんだなーって、うん、迷惑だなーって、窓を吸ってまたガヤガヤガヤしてるって、さすがにトイレを見に来るのはなってないなと思って、そんな風に思って用を足してたら、遠くの方からカツカツカツ足を出してくる、あ、入ってきたなと思って、野じ馬つっても入ってくんのはなってないなと思って、なってない、なってないね、まだなってないですよ。
近づいてくる、いやあここまで来られたら困んなーって、勝つ勝つ勝つ、こっち来た、そしたらトイレのドア開けた。あートイレまで見に来たよ、なってないなーってなってないとはなってないな、そしたらカツカツ入ってきたってんだ、うん、おいトイレまで見に来るなよとそしたら一番入り口に近い個室を、うん、開けた、うん、ここじゃないかうーっとなんだあの声、この世のとは思えない、あ出た早い、もうちょもう一回爆音置くかと思ったのに、この世のものとは思えないってやつだ必殺の、やだなー、この世のものじゃないな、ただ次のドアここでもないなーっとうーっと許してくれよ女優じゃねえのそいつこいつ生きてる人間だよな、いや完全に二人でやってますよねそれ違うのはここでもないよしてくれよ、次自分の個室だよ、女優じゃねえから、女優じゃなくて自分の個室だよね、何枚だ何枚だと思ってそしたら自分の個室のところに来てトイレのドア、うん、やめてここだって言ったってですねあれそしたらどうなっちゃうの、あれ最後どうなっちゃうのこれ、その瞬間ふーって意識になったんですよね、わー気絶落ちね、なるほど、目覚ましたら大丈夫ですか大丈夫ですかって監督言ってる、あーっていや今トイレに行った、トイレ、この学校のトイレもう使われてないんですよって、えっ急いで見に行った、そしたらそのトイレもう埋め立てられてるんですよね入れないんだ今は D さんどこにいたんでしょうねこういう不思議なことって起こるんですよね、てん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 、いや何でしょうね、この石川さんの一方向に対するうまさ、いや一方向ってゆきちゃん明日何しよう、名前だ名前だ、帰ってください帰ってください、名前だ名前だ帰ってください、ゆきちゃん明日何しよう、名前だ帰ってください帰ってください、名前だ名前だ名前だ帰ってください帰ってください、ゆきちゃん名前だ帰ってください帰ってください、そんなことしたって帰らないよしたらふーって意識しちゃってよくですね、大家さんに聞いたんですよ、この中で。そしたらね、あるって言うんだ。何があるって言うんだ。旧日本軍の。というのね、昔、戦中ですよ。あれそれ、ちょっと火事だったやつじゃないかちょっと、まあまあ離れますよね。火事だったはずだよ、それは。火事。取っちゃいけない開けちゃいけないでも開けなくちゃって思ってでドアノブ触ると
開けちゃいけないっていう。開けてー開けてー開けなくちゃ開けなくちゃと思って開けちゃいけない。斜めにかけてをかけると開けちゃいけない。うーっつってそれ3回ぐらい繰り返すの話なんです。そういうことがあってね、もうかれこれ10年ぐらい経って今ではいるって言うんです。要は、要は今ではいるって言うんです。妹がね、どんどん負けたそんなことがあったなって思い出して、廊下見たら知らない女性が立ったって言うんですよね。あ、そうか、あの時この人売れちゃいけないって、警告したなって思いましたよ。浴場って書いてあるし、あ、こっちかと思って。浴場って書いてある。あ、こっちかと思って。こっちに浴場って書いてある。無限ループね。10を超えた後しか出てこないじゃないですか。そしたらタクシーの運転手ちゃん、運転手さんがね、どうしたんだ一体。あんたの後ろに二つな、あの火の玉が追いかけてしてたんだよ。っていうね、うちの話なんです。なるほど。ぬーって。首が伸びた。わーって言って。その話がふーってなった。翌日ね、聞いたら先週ね、急に4軍がここでみんな自決したって。もうね、そのくだりが始まる瞬間に佐藤以外出てきたら基本的に面白いんですよ、もう。困ったことに。アボさんも散々やれへんつもりでよくジオラマ関連を若干の組み立てでもしますよね。いや、割とね、ちゃんと形は残ってるんだよ。犬がグラグラ。ジオラマも無事な形でどこに残ってるんだよ。なるほど。残ってるって言うんですよ。残ってるって言うんですよ、ジオラマ。あるって言うんだ。あるって言うんだ。愛媛県出た。うなぎ美味しいですよね。好きなんだ。それである時テレビさんにね、うなぎ食べようって言ったら、いや食べない。そんな知らねえな、その話。どうしたーって聞くと、あ、いやね、あった。それには、交互こういう理由があるんだって。でもね、そのディレクターさん、まかに名前を、A さんとしておきましょうか。お姉さんね、漁村たちでもって、子供の頃、よーく、漁港の人たちと触れ合った。だけども、ある日、この漁港、大変な嵐があって、漁に出た漁師たちが帰ってこなかった。みんなより一生懸命探すけど、見当たらないって。あー、これはもう死んだんだろうなー。お葬式も済ませた。残念なーって思って、友達と会うとき、海辺で遊んでると、ピチョン、ピチョン、妙な音がする。なんでだなーって、ふーって海見てみると、手が出てきて、なんだーって、うーって見てると逆に出てきた。
もう寄せよーとなんだよそれ今度顔がうー出てきて目からニョローンってうなぎが出てきたんですよねそんな話だったっけかうなぎって肉食性なんですよね。おお、それ知らねえな。それ以来 A さんうなぎが食べられなくなったそうですよ。てん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 。こいつ鏡なんかじゃねえぞ。ちびび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 。髪を髪をつもなく伊藤潤二風の。ずっと伊藤潤二って言ってるけど酔っ払ってるなさっては。稲川潤二。稲川潤二。いやですねー。おかしいなー。もう眠いもの、我々、ね、赤い斑点着せましょうか。赤い斑点着せましょうか。そしたらね、まだ言うんだ。おもろいんすよ、それ実際これでも定番の怖い話だよ。そうそう、いや、定番すぎておもろいんすよ。どうやら来てくれ。なんだろうと思って、ビリミット。ああ、おばあちゃんがきっと孫寝かしてんだろうなーって。それそれ。赤い斑点消せましょうかー。近くで来る。おばあさんこんな早く動くはずない。いや、そんな、いや、そんな展開の中で参ってた。おかしい。おかしい。そら今度、赤い斑点着せましょうかーって。二人になってるって言うの。いや、もう面白さしかないじゃないですか、そんな実際。寄せよーって。やってくれーって。名前だ、名前だ、帰ってください、帰ってください。名前だ、名前だ、帰ってください。赤い斑点着せましょうかー。着せろーっつって。帰ったって言うんですよ。そしたらそのトイレの下から赤いじゃふーってきていかーんっつって家が泣けたら不敬さんもう音切れてたんですよね。そしてその血の流れた姿まるで赤い斑点を着てるように見えたって言うんですよね。赤い斑点着せましょうか。てんてんてん。なんで同じなの。もしくは鐘の音が。キャーン。なんか斑点したりするんだ、色が。稲川淳二の顔が。あといっぱい出てきたりする。ラッキーメニューって何ですか。ラッキーメニュー知らないですか、うん、暗き羽は小さき友のためにっていうムー平和堂が、あー第2弾、最後に出した、最後に出しただから2冊目のシナリオ集の題名を略してラッキーメニュー。一冊目がイカナデ。イカナデラッキーメニュー。もうないんですか。ないみたいですよ。うん。あ、いやだから別の雑誌になりました。なんだっけ。呼ぶ小石観光なんとかみたいなやつ。神隠しの町は何か変わったんですか。神隠しの町変わったんです。へー。あんまり変わってないんですけど、一応そのシナリオの形にした時に難易度を下げたんですけど、この前その粉だけはガチあの初心者向けなんだからな、難易度を下げたつもりでやってみたらやっぱり初心者向けじゃなかったって粉だけはガチ気づいてしまってですね、やっぱり
俺のね、悪い癖が出ているというか。今度こそ初心者向けにしたい。そうね、うげえ。隣が倒れてきたってんだ。おかしい。でも触ってない。よく考えたらね、酔っ払ってたんですよね。じゃないですか。この世のものじゃないっていうのと生きてる人間じゃないっていう2パターンになる。これね、本当に嫌な話なんですけどね。死んでも蘇るのは台本です。なんかあれ、やっぱりちょっと広角一人死ぬ可能性があるんで、死なせないようにしてあります。電話しちゃいけないって、電話してって繋がるんですよ。はい、もしもし、丸々いいんですけど。うわぁ、地獄に繋がった。怒られたんですよ。俺だよ、お前のところで死んだ何々だよ。ふざけんな。怒られて慌てて切ったって言うんですよ。でもよくよく考えたら、その何々やってたんじゃないですかね。あれいたずらだったんじゃないですかね。違いますかね。てん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 。あの回最悪だよね。いや、あの回は俺むしろ画期的だと思ってる。階段じゃない階段。そう、階段じゃないっていうね。単に面白い話っていうパターンもあるんで、ね、稲川人事らしい、うん、なんとかいいんだよ、なんだよな。なんだっけ、わドラフト機ですっつってね。楽しい。この粉ガチだ。稲川淳二のね、魅力を今 ほとんど伝えきれてない。ちゃんと覚えてねえからな、俺がな。石川さんちゃんと覚えてるからあれなんだけど、俺はすぐ結論に言ってしまうからな。論理的ではありません。落ちに行ってしまうからな、すぐ。工業で、今やってことじゃないですけど、工業デザイナーですから、ね、いや、元からあれですよ。プロダクトデザインが本業ですからね。賞も取ってますからね。
前聞いたやつも何言ってるかさっぱらかんやつだったんだよな。そんなコンスタントに聞きます稲川淳二。聞くでしょ、コンスタントに。ほんとね、たまに何言ってるのは全く分かんない回がある。全く分かんない回がある。それは内容的な話じゃないですか、その発話的な話。発話的な意味でも。発話的な話。うん、成り立ってないじゃないですか。ペガソスがニューッとホームからペガソスがニューッと出てきた。手が2つがね、ペガソスに聞こえるっていう。ペガソスがニューッ。長い順次のゲームつまんなかったな。そこ見えていうことは去年のやつ、去年やったんだよな。稲川淳二のゲームなのに書いてんのが稲川淳二じゃないっていう。いやまあでもほら、書いてんのは稲川淳二じゃないっす、全て。あの何、ノベルゲーなの。ああ、 だから稲川淳二関係ないの。ああ、名前だけのやつ。馬っていう人が書いてて、なんだ馬はと思って、うん、怒ってツイッターのネームを馬にして怒ってそしてそのまましばらくして TRPG でおばさんに誘われて、うん、馬に関係した名前を付けようと思って LGO2 で相馬にしたんですよ。あまりにも知ってもどうすることもできない裏話。あれ見てないですよね、稲川淳二の映画で語り部ってやつ。見ましたよ。あれは僕は あのプレミア試写会に行ったんですよ。それは厳しいな。そしてプレミア試写会は厳しいな。プレミア試写会に行ったら稲川淳二が前階段をしてくれるんですよ。おう、それがね、あれ、うん、あの大きな顔の話。あ、大きな顔の話ね。あの聞いたことあるんだけど、まだ話して、うん、30分。生順次あれ30分も話す話でしたっけ。うん、あれね、あれってなかなかいい。つまんないよあれ。さあ、もう本当につまんないんだけど、俺を再起不能にしろっていう稲川順次が、あのシーンだけが俺の心を捉えた。でなんか石みたいなのでガーって殴られて、そうそうそう、ボーッつって稲川淳二が引退するっつった。行ったんですよ、プレミア社会に。あれはひどいな、あれはひどい話だったな。なんか変なアイドルとのそうコラボレーションのやつ。アイドルがね、石で稲川淳二をガーッて投げるっていうシーンがね。あれも淳二関係ないからね、あの映画。俺も最近フロリしろっていう。群馬県撮影のやつ。中之条撮影の。あれがね。ネットフリックスか何かで見れると思う。ネットフリックスで見たんです、私は。語り部っていうね。そう。でもまあ、でも設定は、まあ、いいんじゃないですか。なんだっけ、あれ結局。まあだから、稲川淳二が階段に取り憑かれたっていう話なんですよ。犯人なんだっけ、で階段そのものですよ、だから。気になるたら見ちゃいかんよ。階段そのものに稲川淳二が取り憑かれてしまったっていう話だね。だから稲川淳二がその階段をしようとすると、その階段空間みたいなのが、あそうだ、なんていうの、実現してしまうから、そこで稲川淳二が俺を再起不能にしろっていう、再起不能ってなんだろうみたいな。後ろから言われて。で、石でゴーって殴られて、アイドルにゴーって殴られて。あの時から稲川さんおかしかったんです、みたいな。急になんかな、インタビュー形式みたいになってる。そうそうそう。あれがね、全然面白くない。共産主義じゃないですか。何がマルクス・エンゲルスって。カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスじゃないですか。あと、大山とパンダ。共産主義じゃありますよ。共産主義じゃないですか。マルクス・エンゲルスってすごいですね。カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルス、共産党宣言じゃないですか。
集団感じするよ。Cさんとかじゃないですか。あとあれですね、ホラー映画、ホラー映画最近なんか見ました？最近見たのはナイト・オブ・ザ・リビング・デッドのリメイク版。そうか、ゾンビ好きなんだよな。あとスクリーム4 あ、3かな。あ、あれ見てもらっていいですか。あの、邦画なんですけど、記憶の、ピース記憶のかけらっていうですね、映画があるんですよ。見てないですね。これは絶対見てないと思うんですけど、これ面白くないんで見てもらっていいですか。いやもうね、面白くない映画お腹いっぱい。これが面白くなかったんですね。この前配信でも話したんですけど、いやあれでエスター、エスターか、エスター見てないわ。マジで、あれもそんなによちょ割と良かったのがあれですね、だからジェーン・ドゥの解剖っていうやつ。ああ、見てないんだ、あれ。ジェーン・ドゥの解剖、まあそんなには面白くないけど、発想っていうか、やっぱりシチュエーション、え、どうだろう。いや、でもちょっと前だったですね。最近の映画ね。最近の映画ではある。見てない、あんまりネタバレしたくないからあれだけどね。見ようと思ってます、あれ。あれにね、朝鮮朝顔が出てくるんですよ。あの、ここで育てられて。だからあれと同じ花が出てきて、おお来たなっていう。ほらほらな。あれとかでも割と資料館みたいなやつとか。ああ、資料館シリーズの新作ありましたね。アナベルのエンフィールド事件みたいなやつ、うん、ありましたね。あれは割とちゃんとしたホラー映画だった。ピース記憶のかけら、大山くん見てくれないか、ぜひ。次に押しさせてもらっていい。それでもね、なかなか設定はいい感じなんですよ。あ、この間あれ見たわ、孫子音の。ああ、孫子音、うん、の奇妙なサーカス。ああ、それは知らないね。ホラー映画界はそんなに界隈が狭くなってきてないですか。あれ見たって言ったら見るぐらいの。ホラー映画界は割と狭いんじゃないですか。最強絶叫計画ってスクリーム自体がパロディ映画みたいなのに、それのパロディ映画っていう。俺みたいな、俺みたいなことしやがる。パロディのパロディ映画って、ね、そんなに友人で楽しみに、ね、どうしようもない。キャビンは好きですよ、俺は。ああいうのこそやっぱ好きなタイプだから俺。キャビンはまあ、ね、アホさんのなんかこんな感じの映画でっていう話をしてましてたような気がします。うん、あとはソーのまた新作。ああ、ソーの新作ね。まだ出るんですか。またやってる。あとイットのリメイク。いやー、もうやったやつじゃないですか。ソーのリメイクちょっとあれだな、ちょっと気にはなるな。ソーリメイクなんですか。あ、リメイクじゃない、続編。続編じゃなくて、スピンオフみたいな感じのやつ。アマンダの話みたいな。違うと思う、わかんない。スピンオフじゃなかった、ね、スピンオフだと思う。あ、もうジグソーが死んで何年、10年後とかだから、ジグソーが死んだはずだみたいな。死ぬほど打足のやつですよね、じゃあ。いや、絶対つまんない。そう、絶対つまんなそうなんだけど、やっぱ一応見ない。俺ソーシリーズは全部見てるから、やっぱりジグソーを尊敬してるから。ろくなもんじゃないです。長渕剛がろくなもんじゃねえっていう稀有な例ですよ、それも。ジグソーの顔真似。顔は全然伝わらないやつ。ああ、6時間
15時間後にロシア史が始まる。16時間後。あと俺ね、あれを見て、パーフェクトトラップっていう映画を見てしまったんですよ。見なきゃよ。知ってます？知らない。パーフェクトトラップっていう映画を見たんですよ。これ一応触れ込みとしてはソーの脚本家が作ったっていうやつなんですよ。いやいや、でもほら、ソーの脚本、ソーって要素としてやっぱ2つあるじゃないですか。一応そこソリッドホラーっていうか、ちょっとこうなんかクローズドのシチュエーションでちょっとこう謎があるっていうような、それでまあ一応ほら大ヒットを飛ばしたわけでしょ、一作目のみ、うん、だからそういう、それでパーフェクトトラップなんですよ、題名が。だからなんかちょっとそういう、また少しこうなんていうの、あの、あとそう、もう一つ要素として単なるグロっていう、うん、あのね、二つの要素が組み合わさってるので、あ、これパーフェクトトラップっていうぐらいだから、なんかそういうなんかちょっとやっぱソリッド的ななんかこう工夫の効いた話のプロットになってるのかなと思って見てみたら、延々こうなんていうか人が残酷に死んでいくだけなんで、あれと思って、おかしいなみたいな。あれでもどっかでやっぱこうなんか全体をもう一回こう包括するような、なんかそういう仕掛けみたいな、それこそパーフェクトトラップと呼ぶにふさわしい何かなのかなと思って最後まで見てたんだけど、最後までそれだったな。そしたらそれよく調べてみたら、実はある映画の2作目だったんですよ。そしてその1作目の名前が罠男っていう映画だったんです。で、よく考え、罠男2なんです。だからそれ実質で、そうして見ると確かに罠男2だったなと思って、だったら罠男2っていう題名にしてほしかったっていう。すごいですよ、罠男、さまざまな罠で人を殺していきますからね。そんな無限にありますよ、世の中に。そうなんですよ、罠男だったんです、あれは。てっきり騙されてしまって B級映画集しかしないのね。罠男は結局誰かは、まあ最後わかるんだけど、まあ、正体はよくわかんないみたいなね。どうやら一作目の息子なんじゃないかっていう。ジェイソン4じゃないですか。すんごい殺して、すんごい殺しましたよ。クラブでみんなでウェーってなって、こうやって踊ってたら、なんかこうあの巨大な、はあのこうなんていうの、刃物のついたすごい車輪みたいのがわーって出てきて、全員ギャーってくる。おお、殺すなーみたいな。300人ぐらい殺してるの、それで。何のために？わかんない。あれは武器人間と変わらない言葉だったんだよ、罠男って。面白いっす。最悪。本当ですか？見てないけど。不気人間面白いの。あ、アホ映画。ああ。やっぱり、ね、IQ は全部の時に見る映画。いや、脳みそが空っぽになった時に見る映画ですね。まあ、いったもんだったな、あれは。いや、ムカデ人間に飽きた時に見る。いいホラー映画なんてないのかもしれない。あ、そう、恐怖っていうね、日本のやつも見たんですよ。これ。それ映画なんだ。恐怖。恐怖。お母さん、私の脳みそどうするの？って言うんですよ。禁断の領域に触れた。美しき。姉妹の海を描く前年門の脳髄競技ホラー。脳科学者のね、小田さんが脳の実験を記録した戦前の古いフィルムですよね。戦前、まあね、旧日本軍がね、部屋に入ってきた幼い姉妹みゆきと香織を母の悦子が叱った時、画面に映された白い光に一度は後さだってしたね。17年後、一家はそれぞれ別々に暮らした。研修となった兄のみゆきは死に取りつかれ、集団自殺の会に参加する。
これなんか現代的なテーマじゃないですか。何が集団自殺みたいな集団自殺SNS でね。でも実際あれだったからね。妹の代わりは行方不明の姉を探しに上京するが、そもでリングシリーズの脚本家として一ノ瀬高重プロデューサーとともに J ホラーブームを牽引してきた鬼才高橋洋が満を持して監督した異色のホラー映画。この一文につまんなそう。常識に疑問を投げかける新しい恐怖の世界が異様なイメージで繰り広げられるつまんなそう。異色のホラー作るからもうホラーのカラーが一体何色なのか分かんない。元の色が何色なのか分からないね。まるで有名な脚本家とまるまるで有名なプロデューサー。出演は美しい姉妹に藤井美奈と中村ゆりのほか、姉妹の母で悪魔的な実験を繰り返す脳外科医を片平渚が演じている。どうでしたこれ。本編94分でも90分のヤビー映画ですけども、うん、何が怖いのか一つも分からなかったですね。どういう色でしたこれ。ちょっと一言では言い表せない。何でしたこれ、まあ、やっぱり脳なんかね、なんか異界を見るための実験みたいなのをやってて、うん、その姉妹がだからそのね片方のやつが分かんないね、これ結構分かんない、あのプロットはよく分かんない。割と片目が一重で片目が二重ですけど。本当だ。え、でも奥舞台じゃない。これでもねなんかやっぱよく分かんない、ね、正直よく分からない。いいホラー映画はシャイニングですよ。シャイニング見てないんだよな。スタンリー・キューブリックの。シャイニングもサイコも見てないんだよな。心霊系。だから資料館は結構心霊系っていうか悪魔だけど。チャッキー。チャッキーね。チャッキーは心霊系だけどな一応。でも人形に乗り移ってる時点で物は人形だからな。一番いい映画はシャイニングですね。ほう、ホラー映画で、ね、なるほど。哲学的な問いもやっぱありますからね。本当に実存的な、ほう、オントロジカルな問い。オントロジー、レッドラム、あ、霊言同士ね。霊言同士霊言同士でも今見るとどうなんだろう。スイカ玉しか、俺はこのぐらい水の底から。昔チャッキー見てゴミ収集車が何年もったら馬、なるほど、そういうのあるよね。マタンゴ見た後キノコが食えなくなるっていうやつだね。あとはまあ悪魔の生贄、名作ですね。悪魔の生贄か。悪魔の生贄のなんかリメイクっていうか作ったの、いっぱいありますよ。あの続編見ましたよ、なんか。何続編からいいんですか。いやいや、それやっぱり Hulu にあったりネットフリックスにあったりも。お、ナンモニークさんじゃないですか。ナンモニーク、え、シャイニングドラマ版なんてあるんだ。あれじゃない、スタンリー・キューブリックがスティーブン・キングの原作をぐちゃぐちゃにしたからスティーブン・キングが怒って作った。あとミスト見たわ、ミスト。スティーブン・キング、ミスト、まあなかなか、うん、そうね、ミストなかなかだったのやつ、クトゥルフっぽいし。
ルターガイスト。ポルターガイストね、ポルターガイストも見てないな。面白くないっすよ。やっぱ近年のホラー映画で一番面白いのは実力トランプ。まあね。ホラーですよ。ホラーだけどね。狂気者のね、うん、ある心霊的な。ああそうだ、だからそういうの聞こうと思ってたのに聞けなかったな。ショーン・オブ・ザ・デッド、誰勧めてたんだっけ。サイモン・ペグですね。俺ゾンビもの好きじゃねえからな、根本的に。ああ、悪の経典って見ました？見てない。ああ。でも石川さんはあんまり好きじゃないかもな。一時期話題になりましたけどね。うん。From Dusk Till Dawn。全部ゾンビ映画ですか？いや。吸血鬼。ほう。クエンティン・タランティーノ監督の。へえ。あの人が主演。ジョージ・クルーニー主演。へえ。つまんバカ映画ですよ。しかしハリトで吸血鬼映画が好きかっつったら決してそうでもないしな。何が好きなんだ。ミイラ王とかも別に好きじゃないしな。まミイラ再生、マミー、あとハムナプトラ、ハムナプトラ、ああいうのやっぱだからなんかちょっとあれですよね、なんかこうエジプトに対してのなんかこうなんかの気持ちがないと。だからあとね、魔女ってだから結構ねアメリカ人にとってなんか怖いものなんだろうなみたいな。うん、魔女ね、魔女、あとあれがあるじゃないですか、あのなんとか事件、魔女狩りの、どれ、あ、いやいや、現実にあったやつ、なんか集団ヒステリーだの、なんだのって言われるやつ、アメリカで、アメリカで、どれだろう、ニュージャージーじゃねえ、セイラムなんとか事件みたいなやつ、ああ、あれで。ああいうのがだからアメリカ人にとってのなんかこうトラウマというかそういうのがあるんだろうなっていうことをね。スリーピーホロー、スリーピーホロー、トゥエルブモンキーズドラマ化したの知ってます？知ってますよ。でもドラマって見る必要あるんですか？あれなんか結局同じことなんじゃないの？いやなんかね、トゥエルブモンキーズ関係あるっぽい。え？トゥエルブモンキーズが犯人らしい。おお。それはそれでなんか納得がいかないっていうか違うよね。分かんない、見てないけど。俺はなんか12モンキーズの映画を見ればもういいんじゃないかっていうか。ああ、だからプリディスティネーション、はい、見ました。見ました、見ました。あれは俺は素晴らしかったっていうか、あれ面白いね。来たか、そこまで来たかっていう感じの。あれはまあまあ全然面白くなかったのがトランセンデンス。トランセンデンスは面白くない。あれ本当に面白くない。トランセンデンスはびっくりするぐらい面白くなかった。面白くない。
ルーシーぐらい面白くない。同じ年に公開された。あ、そうなんだ。スカーレット・ヨハンソンか誰かの映画。トランセンデンス面白くない。トランセンデンス何一つ面白くなかったな、うん、ホラーじゃない普通の映画。 SF ですね。ジョニー・デップ宣伝さん面白くないね。まだあれだったらインセプションの方が面白いっていうか、インセプションでもなんかそうでもないんだよ。そうでもないんだよな、うん、なんか一部の格好がうるさいですよね。そうなんだ。まあでもなんかほら人によって見るところが違うじゃないですか、まあね、多分そのなんか映像表現的なことではなんか見るべきところはあるのかもしれないけど、そういうところに全く俺はこうアンテナが立ってないので、キングスマンと面白いっていうよな。シンゴジラはどうでした？まあ面白かったけど、日本以外では受け入れられないよね。ああそうね、それはそうだよね。そういう映画を探せば世界中にいくらでもあるなとは思いますね。おお、そういう映画を。まあそうなのかな、多分アルゼンチンとかでもそういう映画あるだろう。うっそー、アルゼンチンにシンゴジラある？いや分かんないけど、そういうなんか社会問題を取り上げた映画は同等の。まあでもほらゴジラは一応ほら、まあね、世界的だけど、でもあのなんか日本の現在の政治的社会的問題を取り上げたシンゴジラをアメリカで公開しても受けないだろうし、そして公開しても受けないだろうなっていう。まあそうでしょうね、そりゃそうだ。だからまあ特定の人に向けて公開するにはいいけど、普遍性はないなと思いましたね。まあ日本人しかは、ね、そう2010年代の日本人向けだろうなっていう、時空間的にもやっぱ限定された、それはまあそうだ、ええかなって。で50年後には忘れられてるかなっていう感じですね。いやそんなことないですよ、ゴジラシリーズが生きてるわけだから。そうだからまあ意味を持たないかなっていう。ゴジラシリーズが生きてるわけですから、ゴジラ細胞のごとく。ガッツィラ、JJ もスタートレック取りそうもないし。ああ、それこそスターウォーズの新しいのが来るじゃないですか。ですね。それありますよ。ねえ、スターウォーズ。まあさすがにルーク・スカイウォーカーなので。まあ死んだろうね。まあね、最後のジェダイだしね。城の内シスみたいなもんだからあんなのね。あれでもどうなんですかね、なんかあのポスターみたいなのを見ると、うん、あのダークサイド側にもなんかあのルーク・スカイウォーカーがいるみたいなポスターじゃなかったですか。真っ赤ですね。ああどっちもやっちゃうみたいな、もうなんていうかマッチポンプみたいな。まあでも今あの小説版だとね、ルークはだね、小説版とどう整合性をつけるのかっていう、むしろ どっちが正しい歴史なのか分からなかったという。まあ確かにね、生死がどっちなのか分かんなくなるかもしれないよね。だって小説版だとルークはね子供産んでるし、ハンソロの息子は4人ぐらいいるし、3人か。平行宇宙があればいいんだけどね。平行宇宙あったらでももはや何でもありになるのね。いやスタートレックじゃん。それはそれでスタートレックだって一応平行宇宙いっぱいんじゃん。あれそんなある？うん、でもなんかほらそれなんか
その話だけで終わる平行宇宙じゃない。そうそうそう。だからなんか歴史を形成しない平行世界だったらまあそれはいいんじゃないですか。だって一話だけ平行宇宙に行って帰ってくるみたいな。そんないっぱいあるじゃないですか。でもだからむしろ聖書は残っていくから、だからほらブロックチェーンみたいなあのなんか一応一番信用できるあの歴史は一個ないんだ。えでもいや結構あるよスタートレック。本当。テランテイクもそうだし、あの JJ 版もそうじゃん。JJ 版も違う宇宙。あ、そうか。JJ 版自体がそうだな。違う宇宙。確かに。次元で、そこにスポックが迷い入るっていう設定自体もなんか腹が立つけど。なんだったろうな。JJ 次元にレナードニモイが入ってくるって。まあ。まあそういう時はだからもうスポックかデータ頼りっていうのがなんかわかんないけど定番の、そう、それに今の新作が載ってるのが気に食わないね。まあ創造性がない。平行宇宙はね、しかもなんかタイムリープとかしだすし。タイムリープしてんの、うん、タイムリープ入れるとな。最近だから結局ちょっとほらループモノとか向こうでも流行ってるから、うん、安易、とにかく安易の2文字。そうだね。だからディスカバリー強すぎないですか、 USS ディスカバリー。ああ、なるほど。放射ドライブでどこでも飛ぶじゃん。エンタープライズは最新鋭かな、どこにいたんだっていう。まあね、エンタープライズが最新鋭かなのに、だってこれは人類未踏の地を目指して人類初の試みとして5年間の宇宙旅行に出た驚異の物語であるっていうのが科学の物語なのに。確かにね。それ以前になんか宇宙人いっぱい乗っけてるあの宇宙船があっちゃいけないと思うんですよ僕は。人類未踏の地に行ったその試みにやっと惑星連邦からスポックが乗ってるわけじゃないですか。はい、うん、にもかかわらずエンタープライズどんだけ宇宙人いるんですか、地球人以外の。え、今な何のやつの話をしてる。ディスカバリー。ああ、ディスカバリーって最近のやつ、一番大事です。ああ、まあそれはだからそれはもうねしょうがないですよ。なんていうかあれのなんか揺り返しとかで一回なんかちょっと保守化するんじゃないですか、惑星連邦が。あ、なんかリベラが行き過ぎてちょっとオルダナ右翼みたいなのが。だって技術的に進歩しすぎでしょあれ。いやーだからやっぱりディスカバリーだったらそれこそエンタープライズの方がまた面白いっていう感じですよ。そう、そう、ほんとそう。一応あれもね、最後は地球人が敵みたいなのとか、一応あれ惑星連邦が出来上がる、そう、惑星連邦が出来上がる面白いじゃないですか話だから。最後ねアンドリア人とかと仲良くなってね。そうそう、あとなんだっけあの獣みたいなやつ、豚みたいなやつ、豚なんだっけ、テラライトみたいなやつ、うん、大したってディスカバリーはクリンゴンとの戦争の話っつって、戦争も別にそんなしてないし、やばいですよね。ディスカバリー読まないですよね。本当に読まない。読まないよな。何もこうクリンゴンとの戦争そんなに見たくないし、これまで散々やってきたことじゃないですか。
クリンゴンズの前奏なんて。あ、そうなんだけどね。散々見てきたことじゃないですか。あれって、あれってどうなの？クリンゴンと同盟を結ぶとかっていうところで終わるのかな？あれ？いや、あのね、クリンゴンと戦ってクリンゴン帝国を統一し、今最新話ではクリンゴン帝国を統一しようとしてるやつを倒した。はい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 、あ、そうなんだ。え、それ しかもクリンゴンの遮蔽技術を、あのバードオフプレイの遮蔽技術をもう見破ってんですよ。うん、おかしくないですか。いやでもほら、遮蔽技術もその後発展したかもしれないあの頃のまだクリンゴンの遮蔽技術はそうでもなかったみたいなてか元遮蔽技術ってあれロミランでしょ、元々。え、ロミランが発明してそれをクリンゴンに渡してなかった。そうだっけ。惑星連邦に対抗するためにロミランが開発して、確か新、そう、新スタートレックかなんかで話したと思うけど、ロミランが開発したのをクリンゴに渡したっていうような過去あったはずなのに、なんか歴史は変わってるんですよ。あれ、そうだっけ。でもなんか結果としてクリンゴンの方が技術が進むんでしょう、遮蔽技術って。ロミランより、うん、ロミランの技術の方が古いっていう、なんかあれありますよ。でもロミランがクリンゴンに渡したんじゃなかった。わあ、どうだったかな。いや、わ、それ意外と遮蔽技術、うん、逆だったような気がしないでもない。あ、もしくはロミランが技術的にこう止まるかなんかがあったと思うんだよな。あれ、クリンゴンの方が遮蔽技術が高いっていうような。バードオフプレイはシャフェクリンゴンでスタートレック。それはそれはなんかウィキペディアに書いてあるんだから間違いない。広すぎない大丈夫大丈夫。ああ、あったあった、ロミランの。ここはあれでしょ、 USS ディファイアントの話でしょそ、そのじゃない。あ、そうだからさ、遮蔽技術はロミラン人が開始したものであり、主にロミラン帝国とロミラン短期間の同盟関係であり。うん、そうだよ。ロミランは技術共有した遮蔽技術の改良版を使用したクリンゴン。あ、そうか、クリンゴンはそのあっち進歩してんだ。進歩してんだ、こっちの方がなぜか。 あ、それでそうだ、ディファイアントがロミランの技術を使ってるから、あの古い遮蔽技術みたいな、あ、そうかそうか、話だったんじゃなかったかな。そんなことないか、日本語のウィキペディアって。あ、そうそうそうUSS ディファイアントの遮蔽はロミランの遮蔽なんだよね。やけに日本語のウィキペディアやったらなんでね、スタートレックに詳しいんだよねそりゃスタートレックに詳しいようなやつはよ、ウィキペディアをあの編集するようなやつらですよ。英語もないよ、あの日本語だけみたいな記事がたくさんあるんですよ、ね、いいじゃないですか別にクローキングデバイス。もうやっぱり、やっぱり発明ロミランですよね。スメロミランだね。ロミランジのウィキペディアだ。え？終わるじゃないですか。ロミラン生還帝国。中国も韓国もあんだ。挨拶には栄光と繁栄を。ロミランイールという強さ気があり。惑星連邦領域内でも非合法ながら生まれてる。明らかに冷戦期の中華人民共和国を元にしている独自研究じゃないですか出典はですよ、ここで。そう、なんかいろんな呼び方があるんだよな、最初の頃な。いや、ロミラン、そう、最初のそれ、いや、それはロミランと発音するんだみたいな、あれもなかなかいいと思うんですけどねだってあの宇宙大作戦の時ロミラン惑星ですからね、ロミラン帝国ロミラン惑星人だっつって。まあそれはほらよく知られていないっていうことで何とかしていくスタイルですよ、ロミランはね、狡猾だから。でもやっぱりロミランにその第二種族みたいのがいたとかっていうことになってくると、なんかみたいなレミスね、みたいな感じで。キトマーの大虐殺って何？え、キトマー、キトマー大虐殺って歴史的な事実として
重要なやつあるじゃないですか。ああ。ウォーフだよ。あ、ウォーフがそうそう、孤児になったやつじゃないですか。で、キトマー条約っていう。あ、これだからさ、この時に、この時になんか割とあれなんじゃない、惑星連邦が勇敢だったから、うん、クリンゴンと条約を結ぶことになったりしたんじゃないっけ。でもクリンゴンとの和平条約って科学じゃなかった？そうなってくるとね、多分このページじゃなくてなんかもっとね、それっぽいページにね、もっとあると思うんですよね。例えばジェームズ・タイベリアス・カークで。いや、俺らとしてあれだな、やっぱスタートレック条約ですよ。あ、下に惑星連邦の歴史ありますよ。こういうページ、こういうページでよくある。惑星連邦の歴史。そうそう、こういうページに割とね。あ、ロミラン。最終的にはなんか大体のやつらって結局で同盟を結んでいくからな。23世紀以降じゃない？惑星、あ、連邦、下にあった、連邦クリンゴン冷戦。オルガニア条約であるか。地球への攻撃、そう、それで 連邦の大統領は暗殺されて、暗殺未遂を受けて、カークがそれを阻止して、なんかクリンゴン帝国内で対立があって、はいはいはい、うん、それはずっとなんか、うん、ありますよね、あのクリンゴンのね、卑怯者みたいなやつがいつもなんかこう大体ウィジャーってなんだっけ、ウィジャーって劇場版1作目だっけ。ビジャー事件はだって存在しないページだけど、マイナーなやつなんだよ。 あれじゃなかった、地球が20世紀、21世紀に出した、20世紀かなんかに出した衛星が宇宙の彼方で力を持ってるみたいな。それボイジャーじゃないの？あれボイジャーだっけ。そうそう、だボイジャーが宇宙の彼方でビジャーになってるっていう。ああ、クジラ探査機事件。ほら、これは、あ、これがだからあれじゃない、それがレナード・ニモイの監督したやつ、唯一故郷への長い道ね。あれでもなんか過去に戻っちゃうやつ、うん、なんかあれでしょ、タキオン粒子を、タキオンじゃない、なんだっけ、なんかなんかわけのわかんない粒子をあの防具が出して、それに、え、違う、故郷の長い旅はなんだっけ、なんかあの恒星の周りをくる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 回ってたら過去に戻れるみたいなやつ。マジで。そう、時間旅行は確か科学が発見して、ほんとだ、科学だ、ジェネシス装置を、ほんとだ、やべえ、なんかいろんなものとごっちゃになってんだ。え、科学提督なの、この時。あ、科学でも提督にこういう時はなってたよね。最終的には提督だけど、この時も提督なの。ザトウクジラがとにかく、そうそう、レナード・ニモイがあの捕鯨反対だから、これレナード・ニモイ監督でしょ、確か監督、そうだね。自身の政治的な、ザトウクジラは21世紀すでに絶滅してしまっていた、なんどうしただからな。そう、ザトウクジラをそう捕鯨しないようにっていうので、なんかクジラの残虐な映像が出てくる。やべ、全然ごっちゃになってる。やっぱりなんかあらゆるスタートレックを全部ピカードだと思ってる。危険だ。カートライト提督って誰だ。どうせなんか適当に出てくるやつ。ヒカルスール、ミスターカードか。宇宙大作戦の第一シリーズはね、本当にスタートレックじゃない。ということ？そんなことはないですよ、スタートレックですよ、一応。いや、なんかね、
恐ろしいですよ。4ってことはミスタースポックを探すなとか。はあ、全然だな。ミスタースポックを探せ故郷への長い旅。5がウィリアム・シャトナー監督ですか。劇場版スタートレックっていうのは1、うん、1、あれビジャーか。そうそうそう、ビジャーでボイジャー 6号が進化したもの。2がカーンの復讐で、3がミスタースポックを探す、4が国営の長い旅で。おお、じゃあ俺はそっちは一応全部見たんだな。で、なんか神を探すやつでしょ。あ、神を探すのあった。銀河の中心に行くやつ。なんか船をよこせみたいなやつでしょ、最後。そう。神なのになぜ船がいるんだって、あのカークが言い出すやつでしょ。そう、はあ。なんかみんな洗脳されて、ミスターカトが。あ、そう、あのスポックの兄みたいなのが出てくるやつじゃない。そう。なんかみんな洗脳されて、どんどんおかしくなって。スポックの兄みたいなのが出てきて、こうなんかハグするとみんななんか、落ち着くっていう。みんな怪獣されるっていう、あの。あの映画つまんないよね。あれビゲームシャツは本当かな。あれもなかなか。だからあのでもまあ最後にね、やっぱりね、なんで神の海船がいるんだって言うあの瞬間だけはね、俺の心を捉えてるけど。基本ね、そうだよなっつって、宇宙大作戦の敵はね、頭が悪いっていう。なんかあれだよね、宇宙の中心みたいのがあって、そこに行くと神がいてっていうやつでしょ。この壁は破れないって言って、エンタープライズが破っていく、うん、やっぱ頭悪いよな、全体の頭の悪い映画だよな。ウィリアム・シャトナー監督、俺あれ見て、あれがもう知らないんだよな、あの生命体なんとかみたいなやつ、40なんとかみたいなやつ。この後で、ね、31世紀って何だ。これだから時間、あのあれですよ、時間連戦をやってるあの主体がすごい未来にいるから、あっていうことでしょ。国連博士がね、人類初のワープ飛行に成功する。これやっぱちゃんと覚えておかないといけない。2063年なんだな。ファーストコンタクトのやっぱり第3次世界大戦の後ですよ。ゼフラム国連博士は2030年代生まれたんですよ、確か。第3次世界大戦中に。あれですか、確か2030年代じゃないですか。よく知ってんな。2032年だね。第3次世界大戦中でしょ、確か。よく知ってよく知ってんの、そんな。さすが歴史家。関係ない。ヘンリー・アーチャーとワープ5エンジンの開発に携わってんだ。そうだから、ね、そうエンタープライズの、お父さん、お父さんね、うん、そういらねえな、その設定いらない。余計だな、かけなくていいな、そこは。うん、特にね、ここがね、一番余計。2267年の下り。国連のコンパニオンと呼ばれる雲のような存在と共に生活していることを発見して、やばいね、これ。後にコンパニオン。なんだこれ、これいらねえな、この話。そこやね、やばいよ。これはいらないな。もうほんとね、宇宙大作戦って感じで。これはいらないな、そこまで。なんか純粋な、なんかちょっと変人のエンジニアで終わらせとけばいいの。ちなみに国連博士の初登場これですよ。あ、そうなんだ、話。あ、それはなんか逆にしょうもないのかもしれないな。一番初めに出てきたのが、そのしょうもない話。ワープエンジンの開発者なのに、うん、国連博士といえばワープエンジンの開発者じゃないですかみたいな。やっべえな。だったらお前開発してないしと思いながら。確かに、うん、ちょっと手伝ってた
ったよな。ラフォージとかちょっと手伝ってたシーンとかあったような気がするぞ、あれ。まあいいや、まあそれはでもよくね、よくあるやつですよ。あの、キテレツ大百科では、あの、あれですよ、工事機っていうね、タイムマシンを作ったのが、キテレツなのかキテレツ祭なのかわからないっていうね。あ、これか、共造宇宙。あ、そう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 。あ、ほら、テランテイク、これ、これ、ほう、あ、ほんとだ。あ、え、無限のパラレルワールドで出てくんのか。いや、お前らの恐怖つまんないなそれ。だから、ほとんど、ほとんど面白くないのでは。僕はヒゲ生えてるっていうかい。え、無限のパラレルワールドの中に出てくるのかな。でもこれむしろ平行世界の話っていうだけかな。いやでもテナンテイクになったよ。だからディープスペースナインでは出てきてそうな気がするけど、そうでもねえ。確かバルカン人を殺した設定ってそこじゃない、無限のパラレルワールド、うん、あ、わかんないね、内容は。でもこれも全部話が書いてあるページも世の中にあるんだよね。これこれこれ、だって白いやつもあるんだけどな、これこれ。ウォーフ、ウォーフ、あ、確かに俺こうなんかこれ見た気がする。USS 九州っていうページがね。何それ。話がね、なんていうか、すんげえ載ってる。普通に話の内容が全部書いてある。例えば、スタートレックの公式サイトなくなるんですよ。あ、そうなの、うん、今年で。何故？なんか契約が切れるみたいな。ああ、なるほど。確かにな。これだからちょっとね、忘れた時とかをこれ見るとね。長くないですか。あれですよ、あれ表現主義を試している、なんか聞いたことがあるんですか。データ調査か。ライトは4つだ、4つしかないみたいなのが4つだったか3つだったか忘れた時とかに見る。ディープスペースナインだったかな。ほら、スポックリニーが生えてる。ディープスペースナインか、エンタープライズなのかもしれないね。暗黒の地球帝国、なんかあれ、そこかな、わからねえ。エンタープライズとかも覚えてないのか。エンタープライズ全然覚えてない。なんかあの昆虫と爬虫類と虫とみたいなのがあのそれぞれがこうあの統治してるやつらになんか変な
巨大兵器みたいなのの話が何回も繰り返されるやつで、だ第1話からして面白くないね、とりあえず。いや最初オープニングはいいですよ。オープニングはいいじゃないですか。人類の歴史にの最後にあのそれこそゼフラムコックレーンのワープエンジンが飛ぶっていうあのエンタープライズが次々にこう、 あ、 そこ、ね、あれはちょっと感動があるじゃないですか。そこが一番いい。オープニングが一番いい。ユイセスエンタープライズ。この黒人とか全然覚えてねえな。あとまあいいじゃないですか、バルカン人なのにエロいみたいなのとか。スリバンってなんだっけ。スリバンはなんか時間冷戦のやつじゃなくて、ドクターは何人。ドクターはあドクターわかんねえ、デュノビラ人だって。デノビラ人デノビラ人全然聞いたことねえっていうか。あ、この時作ったのは惑星連合なんだね。これが惑星連邦に発展するんだね。あ、違うんだ。惑星、うん、違うんじゃない。惑星連合。地球連合、バルカン、アンドリア、ライジェル、デノビュー、コリ、コリダン、テラ、およびテラ。え？ライジェル7号星。ライジェル人ってどんなの？ライジェル人わかんない。おやすみ、バイバーイ。なんかほとんど人間見てるやつじゃねえのかな。ライジェル7番星の話があったと思う。確かマジでわかんない。あ、これおかしなおかしな宇宙船。あれライジェル7番星確かそう。あ、それオリジナルのやつ。ザ・オリジナルストーリー一作目にあるってことか。ライジェル人、うん、出てきてるってことか。そうそう、おかしなおかしな宇宙遊園。そうそうそう。ミスター加藤が銃をぶっ放すやつ。あのドクターマッコイが死ぬやつ。ドクターマッコイもなんていうか何回も死んでるね、この人たち。あとなんかね、後から発見されてるしね。後世日誌な、な、なんだよ、ドクターマッコイは死んだっていう。うわ、全然知らねえ。嘘、ライジェリアン、そんなの。ライジェリアン全然知らねえぞ。え、惑星オリアンの侵略に出てきてる。嘘。全然知らないですよ、こんなやつ。惑星オリアンの侵略ってあれじゃない、あの、サレクが初登場するやつでしょ。よく知ってんな。こんなやつ、誰こいつ。こんなやつ見たことないぞ、俺一度も。ディープスペースナイン。え、でも、え、あ、ほら、TNG に出てきてなければ俺は知らない。誰だそいつ。 TNG に出てきてなければ俺の担当ではない。ディープスペースナイン宇宙大作戦でもないよ。エンタープライズに出てた誰。ディープスペースナイン、うん、エンタープライズ。基本宇宙大作戦は、ね、みんな違うから顔が。そうね。なぜかわからないけど、ね、基本的に色を塗っただけだから。初めの方のクリンゴン人とは全然怖くないからね。英語喋るし。いや、それはまあ知らないじゃないですか。サルク、サルクね、サルクいろいろないんだ、ページないね。ラハラオッグ、ラハラオクリンゴン語。ウルヴァルカンラハラオー。今週のスタートレックって何、今週は出来事わかんない。
ボーグね。なんで本日の写真っていうのがよくわからない。クリンゴにそもそもな外カテゴリーがあるじゃないか。あとそのディスカバリーの気に入らないの、ね、バルカン人って黒人いる？いなくない。わからない。いないくはないんじゃない？黒人のバルカン人がいっぱい出てくるのと。黒人のバルカン人が出てくる。あとアルビーノのクリンゴン人が出てくる。木をてらいすぎだな。アルビーノのクリンゴン人に黒人のバルカン人って。火を照らしすぎだな。肌の色をなんかキャンセルしようとし、いろいろかき乱そうとしすぎだな。それに医者がゲイ。ダメですね。スラクよスラク。バルカン哲学のバルカン哲学の。え、カーに出てきたの？カーンの逆襲に、カーンの逆襲に出てきたかどうかわかんない、名前だけじゃない。カトラ聖書みたいなやつ、うん、なんか バルカン人あの生殖の時期になるとさ血統するでしょ。ああ何つったっけ、ポンファの時期になるとそこまでそこまで固有名詞で覚えてねえな。書いてないぞ。スラックか。あ、これそっか、スラックのページだね。でもなんかあれだな、アルカン人っていう種族についての情報はそんなには編集されてないですね。そんなには出てこないんだな。セフラム国連本当に一番最初に会ったのがバルカン人でよかったっていうね話がありますけどね。でもテナンテイクは殺してるからな、バルカン人。でもバルカン人も情報公開してくれないじゃん。まあでもほら、他の何だったらよかっただろうか。クリンゴンだったら終わりじゃないですか。そうね。キルシャラね、キルシャラっていうのもあった。タッカー中佐、アンドリア人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 結構エンタープライズの中ではこう、アンドリア人って青いやつ？青いやつ、結構いい感じの役割を果たしていて良かったと思いますよ。でもアンドリア人も暴力的じゃない？暴力的。無人君ってこんなに暴力的なんだなって。ラララ無人君に出てくる、まあ、あれはアンドリア人だからこんな種族だったんだなっていうなんか嬉しさがあった俺の中に。バベル会議、バベル会議、バベル会議、
バベル会議は本当にですね、これ惑星オリオンの侵略に出てきてるようですが、こっちアンドリア人の初登場の、おお、なるほどね。オンドリアンも結構、オンドリアンも結構俺ね好きだよ、うん、シュラン、シュラン結構好きだ。なんかあれは色違いいるよね、アンドリア人色違いいる、あの白いやつね。な、何人だっけ、衛星かなんかだよね。ああそうかも、アンドリア人の。あとほら人間のことをディスってピンクスキンって呼ぶあたりが結構いいラインだと思うんです。あ、いいなね、いいなねいいなね。アンドリアの目が見えないけど、なんかあのテレパシー能力あるみたいなやつなんだね。そうそう、あとなんかこのね、このここが結構こうスムーズに動くとあたりとか、あとこのね、ここの触覚を切られるとすごいなんかこう恥みたいなのとか、そういう文化的なやつがね。宇宙大作戦割と簡単に取れるんだよね、それポンと。そうそう、あとバランス感覚がこれで失われるから、なんかフラフラするっていう。この辺りのね、エンタープライズっていうのもなんかこうね、やっぱこう違う種族のそういうなんかね、文化的に特徴とか、こうあのね、生態を知れるのは結構、うん、ピンクスキンっていうのがやっぱりね、なんかね、いいね。ええやないかっていうね、その、なんていうか、お前らが青いんじゃっていうね、あの、はい、ブラック多いのに。テラライト何にもないよね。ああそう、テラライト人だ。豚みたいなやつ。このテラライトは、これこそあの要するに宇宙大作戦のテラライトってこんな感じってことですよね。そう、しかもそれガブダイ死ぬしね。アンドリア人に殺される。あ、マジで、うん、いやこれはやばい、人形だもんこれ、ただの。殺される殺される、これはこれはもうかぶり物もいいところですよ。そう、それでサレクがあの、うん、犯人に間違えられる回だ。おお、俺の知ってるテラライトは少なくともこんな感じであるよ。だって一応これはひどいNHK 教育だもん、だってなってガウ大使。これはやばいな。テラライト人って惑星連邦創設種族。そうそうそう、創設種族の一つだから、何やってるかよくわかんないけど、いつの間にか一緒にいいんだよな。そこじゃよくわかんないよね。こいつ何がどういうやつなのか、せっかちな種族だよ。同時に非常に頑固、知ったこととか議論を楽しむ。へえー、あーでもあれじゃない、バルカン人と仲悪いでしょ、こいつら。確か相手を侮辱し合うのが礼儀であると考えている。へえー、それじゃ論理的じゃないからそれ。バルカン人、あ、アンドリア人と仲悪いんだ。アンドリア人と仲悪いみたいだね。全部じゃテラライトとアンドリア人と人類と、あとなんかよくわかんないやつ、あとあのドクターの種族、ああもう一個ぐらいいたような気がしてくるな。あのドクターの種族もなんかよくわかんないね。あれわけわかんない、だってベイジョー、その時初めてできたやつ。ベイジョーはあれでしょ、あのあれじゃん、あの
ディープスペース9に出てくるやつじゃん。 あの俺が全然好きじゃないやつ。あ、これ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 、あこのなんか中途半端な、わけわかんないした。で、あのなんかほら、あのなんかあの内戦かなんかでずっと自分の星が めちゃくちゃになってて、なんかあのほら、マキっていう謎のあのなんだっけ、レジスタンス組織みたいなのがあるやつ、あの話何にも好きじゃねえんだ俺。何にも面白くないと思って。そしてベージョー人ってなんかほら、なんか謎の宗教観みたいなのがあって、その、うん、なんかその実際神みたいなのをあの結局シスコも見てしまうみたいな、いるんだ神がみたいな、ベージョーの神出てきたみたいな、なんかそういうがっかりなやつ。でもあれ、あの宇宙大作戦もアポロン出てくるからね。いやもう宇宙大作戦はもう何やどうなってても何もあんな文句もないです、しょうがないです。それアポロンですよ。いやいや、アポロンがギリシャの神殿に住んでんでしょ。宇宙の果てで。いやまあそういうこともあるよ、やっぱりだからフロンティアだから最後の。テンテテン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 、テノビランって何。あーテノビラ人だ、これだこれだ、一夫多妻、あ違う、タフ多妻なんだ。へえ、チャップリンさんの声だね。720人の家族になり、42人にロマンスの可能性があった。なかなかそういうことばっかりしてていいんだろうか。テヌビラ人もよくわかんないね。テヌビラ人は全然わかんない、どんなやつなのかわかんない。フロックスだな、大してキャラクターがなんていうか。チャップリンさんだもんそれ。何が声が。まんま。ライジェル、コリダン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 人は全然知らないぞ。コリダン言ってるだけなんじゃないのか、存在してない可能性すらんじゃないのか。うわ、人間じゃん、ほとんどほとんど人間じゃないか。誰コリダン人って。でもほら、惑星オリオンの侵略で言及されてるよ。誰コリダン人って。やばい、TNG には出てる。マジっすか、英雄症候群。マジかよ、誰コリダン。でも代理チームが、ああ分かった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 、あれだ、代理チームを生産する惑星だけど、極端に人口が少ないから、ああそこに入植して、より、うん、生産効率を上げようとバルカンが主張した惑星じゃない。違う。分かんない。そうかもしれない。まあ、そうだ。バルカンはコリダン製のバルカン製の代理チームの輸出権を維持する計画だった。ああ。そうだ、人口は少ないんだよね。なるほど。知らねえなあ。そうだ、バルカンがここから代理チームを得ようとしたんだ。うん、確か。その後コリダンは連邦に加盟したって書いてあるけれど、うん、そうだな、それでなんかあの対立があって、え、でも最初の会談はサンフランシスコで地球連合、バルカ、アンドリア、ライジェリア、デヌビラ、コリダンおよびテラーだよ。あれ入ってんじゃんな、わけわかんない、もうわけわかんない、間違ってんじゃないか。テラー、テラーはテラライトでしょ。あ、そうか、デヌビラはあるね。ライジェルはまた忘れちゃったぞ俺は。ライジェル3番星なんか変な黄色いやつでしょ。あ、これか、さっきのやつな。全然覚えられないわ。覚える必要ないんだけどね。ライジェリアン、ライジェリアン、それを確認するためにこの各輪を 見ないといけなくなってくるからな。腹立つわ。あと割とはあのあれですよ、星はチャールズ・タッカー先生、星佐藤だっけあいつ。
星佐藤好みなんだけど、あれにも出てきた、メンタリストにも出てくる。生命体5618ね。あれ生命体561、あ生命体5618って人類のことなのか。生命体8472があるか、防具に、防具化されない、すげえ強い生命体。ボイジャーか、やっぱ割とエンタープライズ重要なんじゃないですか。エンタープライズ重要ですよ。エンタープライズはまだ重要な話をしてるからいいんですけど、ディスカバリーは何でもない、うん、でもね、我々はボイジャーの存在忘れてましたけど。え、ボイジャーと どの時系列だっけ。ボイジャーも同じ時期でしょ。あ、TNG とかディープスペースナインとほとんど同じ時期だったと思うよ。ちょっとしかずれてないと思う。え、待って、宇宙大作戦、新スタートレック、ボイジャー、あの何、え、放送順、もう放送順、放送順はディープスペースナインの後にボイジャーじゃないかな。なんで、1995年から2000年、スペースナインと同様、関わってないんで、あのディープスペースナイン、あ、そうだ、ディープスペースナインとは平行放送だ。TNG の放送終了後からスタートして、ディープスペースナインと平行放送。で、その後間を置いて、なんか映画だの何だの挟んで、エンタープライズじゃない？で、まあディスカバリーか。ボイジャー、ボイジャーな。ボイジャー艦長が本気出すと何でも解決しまうからな。今のところボイジャーが一番、あれ物語の時系列的に一番と、ディープスペースナインの後かな。どうだろう、24世紀、これ24世紀だね。大城くんはね、ボイジャーが好きなんだよな。好きっていうか、一番ボイジャー見たんだと思う。だから多分そのなんていうか、ほら全部は見ないじゃん。人は人はスタートレックシリーズを全て見ることができないじゃない、ほぼ。確かにそうかもね、わかんないけど、ボイジャーが一番、まあボイジャーはほらなんていうかさ、今までほらあのこう行って探査する物語だったけど、うん、もうまず行って帰ってくる物語だっていう、その大きな構造としてあの真逆であるっていうあたりが、うん、って言ったって、まあ最後なんか結局なんか超技術みたいなので一気に戻ってくるんだけど、徐々に帰ってくるとかのふりをして、無理をして話を進めつつ、
生命体8472っていうのは防具に機械化されないすんげえ強えやつ。ボイジャーだからな、なんか話が荒いTNG から見ると話が荒い。しかしもう2010何年にはスタートルクの世界では太陽系全部探索し終わってるよね。そうだ、もう火星とかに植民してる、植民してる2000何年分かんないけど、20世紀の間にもう宇宙植民始まってないかな。あ、じゃあ そう戦争があって第三次大戦があって、カーンがあの人21世紀初頭とかじゃない？ほう、 20世紀末から20世紀初、21世紀初頭じゃないかな。いけるんですよ、こっからあれがありますから、あのシンギュラリティがいきますからトリコーダー、トリコーダーな、こうやってね、ビビ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 ビって、この辺もなんとか粒子が濃いぞみたいな、なんかわけのわかんない、トリコーダーは反応していないこれは未知の惑星だいやすごいっすよね、ああいうなんかやっぱりそうなんだっていう、そうならしょうがないっていうやつが、おい科学、トリコーダーが壊れてるぞ違う、これはまだ我々の知らない惑星なんだおかしいだろすごい、もう全体全部の物質とかが置き換わってないとおかしい。あれ強化人間でいけるかなと思ったけど全然引っ込ねえや、畜生め、何新時間軸ってあれでしょ、 JJ でしょ、はあ、違う、わかんない、そうかもしれない、 JJ 版なんだよね、ミスター加藤ゲイなんだよね。おお、もう役者がで前に出てきちゃってる、うん本当だ、なんか元の時間軸、なんかスポック2人いるし、ああ元の時間軸のスポック、うん、そうスポック、あ、これが元の時間軸、ね、よく知ってるスポックだな、あ、これ後の時間軸のスポックレナードにおい、僕も何回も死んでるんだけど、なんかあのなんか 全体の利益はなんかだってあれじゃん、どうのとか、あれ助かんのか、あれは助かんのか、これはスポックじゃないよいや、そういう言われましてもしょうがないじゃないですか、いやでもこいつあれだよ、スポック中ス、このスポックあのウーだと恋に落ちるんだよ、近くないまあね、まあ、そういうの守ってほしいよね、とりあえずね、これロニーにかなってないですよ、これ論理的じゃないよ、それへへへ、若かったんだよスポックも、若かったんだよスポック、若い時はクマ飼ってたしこの頃のスポックはまだ若かったんじゃない、あの気に食わないのこのイントゥダークネスで、うん、カーンの逆襲のね、パロディをするところ、ああなるほど、オマージュと言ったから、あとやっぱ強化人間が強すぎるのが俺気になって、なんていうか納得いかないんだよな、だって優勢戦争ってなかったじゃん、優勢戦争、あの優勢学に基づいた人類、あーはーはー、なんか 5倍ぐらいの力を持ってる強化人間強すぎるんだよな、今カーンで調べてるんじゃない、まあ確かに簡単にどこが検索、これか、これか、あとカーンっていう単ななんか割とすごいシンプルな名前なのに強いのもなんか嫌いだし、カーン、カ
ターンのページがないなんてことは許されないぞ。でも一応一応主要なメンバーなんじゃねえのか。 SS ボダニベ、そうそうそう。あとなんかあのビジュアルも英語、なんで急に英語なんだろう。カーンのビジュアルもダサいっていうか、ダサい。SS ボタニーベイの生き残りですよ、カーンは。これこれ、あー、 SS ボタニーベイ、よく知ってんな、そんなの。宇宙の帝王、あー、そんな、ないじゃん。カーンヌニエンシそんなことあります。カーンがないくらい許されないでしょ。カーンのページがないの許されないな。マクガイバー注意ね。カーンと恋に落ちた。有生人類も存在してないのか。重要な設定じゃないか。有生戦争ですよ。有生戦争。あ、タイか。マクガイバースタイ、こういうのうちんだよね。これはやっぱりあれなんですね、オリジナルカーン。いや、これカーンですか。クリンゴンみたいじゃん。まあしょうがない。宇宙大作戦の時はもうどんなビジュアルであろうと、どんな話であるとこれもうしょうがない。しょうがないと思ってる。60年代ですからね。1967年ですよ、おえ。でもなんかあのもじゃもなんていうか髪の毛長いカーンユーよりはまだいいかもしれない、わかんないけど。ダッサいなぁ。強いからカーン。タロス製の限界人。ベータ3の独裁者が集まんないな。やばい響きしかしない、まあ、ちょっとこの謎の球体とかね。ほんとだ、謎の球体っていう題名の。もうちょっとあれじゃん、英語はもうちょっと違うじゃん。これね、これね、ほんと日本語題とね英語題が全然違うの。現代と光る目玉とか、コンビネートマヌーバーみたいな。光る目玉、光る目玉、Where no one has gone before。 まあでもなんかどっちもどっちっていう感じがするけれども。66年ですよ。か、まあ、未だ誰も行ったことがない場所みたいなことでしょ、うん、光る目玉とどっちがいいかっていう。なん、光る目玉どんな話だっけ。だからもう出てくるんでしょ、光る目玉が結局。いやね、たまに出てこないことあるのこれ。長いじゃん。ちゃんとなんか話ちゃんと書いてあるじゃない。このページだけ、このページだけやたら、このページだけやたら。あ、なんかミッチェルは自分の目が光っていることは美人の先生がいるせいと冗談を言ったってあるよ。これが一回一応光ってるじゃない、目玉が。とりあえず、ミッチェルは超能力が進化する。ああ、神になろうとしたさ、ミッチェルが。そう、それで科学がこの宇宙を支配できるのは神だけだっつって、人間は神じゃないみたいな、そういう話だ。おお、確か安っぽい。これこれこれ、哀れみは人間の感情だ、神にはない。ミッチェル、ごめんなさい、分かんないわ、神にした気持ちが。そうそう、窓物美宇宙よ。歪んだ楽園。安いなぁ。ザ・ネイキッド・タイムがまだ宇宙ですからね。まあでもしょうがないね。惑星サイン2000、何これ、なんか当然みんな裸になる病気みたいな。それはない。ああ、あれ、なんかみんな自分の欲望に従ってきちゃうやつだ。ああ、よくあるパターンだ、うん。ほんで、なんで、どうやって解決するんだろうな。
なんだって。その間マッコイは宇宙病の治療法を開発したって発見したとかってあると思う。あれ。もう少し工夫してほしい。カークは宇宙病から抜け出させるようにとスポックの頬を叩くと。何言ってんの。あのあれなんだっけ。スポックのキスシーンがあるかい。ほう。ね。確かに。ガンマ光線かなんかの浴びて人間が死んじゃうようなところでみんな幸せになる惑星があるっていうところ。え、何それ何言ってかよくかな。いや基本宇宙大作戦わかんない。まあね、これでもまあバルカン人がね感情を抑えきれずに泣くっていうのはねもうちょいちょい出てくるからね、結局まあいいんだけど。トーマレンって誰だ。トーマレンって誰。知らない。でもほらここで死んでるから。ああれだ、なんか一回役なんじゃないの。なんかあれだ、あのシェイクスピアの劇を延々と言ってるやつだ、うつ。へえ、そうか、じゃあ割とあれなのかもしれないな。宇宙大作戦を見ると TNG の中にもそのパロディというか、うん、反復みたいなのがいくつかあって。二人コンピューター人間とかね。コンピューター人間はやばいね。What a little girl's made of。 そう、まだロボットって言葉が多分ね浸透してないからコンピューター人間って言葉をね使ってるんだろうな。コンピューター人間すごいね。うん、アンドロイドっていうのはコンピューター人間。しかもまあ現代はね違うわけだしね。400歳の少女、悪魔島から来た狂人。惑星 M113 悪魔島から来た狂人じゃもう江戸川乱歩の題名みたいじゃない。あ、これあれだ、あのなんか洗脳するやつだ。おお。犯罪者を洗脳して犯罪からあの回帰させるみたいな。ほう、この宇宙軍法会議の書いてもんですよ。宇宙史で首輪締めっていうすごい。宇宙、ああれだ、チェホフが捕まれてた確か。よく覚えてるよな。宇宙史で首輪締め。やばいな、日本語の題名がやっぱりやばいな。宇宙大作戦やばいですよ基本的に。そしてこれ結構全部話が書いてあるパターンじゃない。そして復讐ガス怪獣。ガス怪獣もやばいよね。新種クアドトリティケールっていう、急になんていうか固有名詞を自在に使ってくるのはいいんだみたいな。でも多分それ英語違うんじゃない。英語違うっぽい。トラブルウィズドリブフレーズ。やっぱり一番はあれでしょ、あの怪獣ゴーンとの対決。復讐ガス怪獣、ガス怪獣オブセッション。まあこれはどっこいどっこいな感じですけど、まあ一番やっぱあれですよ、怪獣ゴーンとの対決ですよ、この事態。まあしょうがないっすよ、60年代怪獣ゴーンの対決ない。多分その辺やりますよ。もうちょっと下に第一シーズンですよ。あ、そうなんだ。ほら、怪獣ゴーンとの対決。これはすごい。ちなみにこちら惑星連邦の技術を超越した技術を持ってますからね。超越はしてますよ、ある種。こんな姿をしてて超越してなかったらもう説明がつかないですよ。か
怪獣ゴーンやっぱり英大アリーナってこれもどっこいどっこいだな。怪獣ゴーンとの対決決とアリーナもどっこいどっこいだな。これやばいな。仮面ライダーだよりひどいな。これだと67年仮面ライダー造形は割といいからな。これはひどい。惑星連邦こいつに負けるからね。これはひどい。これはひどい。ゴドス製の怪人、殺人鬼ゴドス、恐怖のヴィーナスなどのね。こいつなんだっけな。こいつなんかナポレオンかなんかを崇拝してる犯人なんだったかな。おかしなおかしな宇宙遊園。さっきの。あ、そうそう、巣の楽園。そうそう、それそれだ。いやー、ちょっと見てみようかな。おかしなおかしな宇宙遊園面白いですよ。本当に？なんかあれ、マッコイが死ぬやつって言ってなかったっけ？あれ、不思議の国のアリスが出てくる。はあ。あ、宇宙基地 SOS 割だ。クリンゴンが初めて出てくるやつ、確か。ほう、ほう、全然書かれていない。殺人鬼コドスもなんかシェイクスピア。ゴリラの惑星。そりゃまずいんじゃないですか。ちょっと被ってるじゃないですか、猿の惑星に。しかもね、これね、大変なネタバレなんですよ。最後まで何が襲ってきてるか分かんないんだけど、一番最後のシーンゴリラっぽい宇宙人が出てくる。なるほど。じゃああれですね、うん、あれですね、あのオラウータが犯人だったっていう、あのモルグ街の、のパロディかなんかなんですかね。パロディではないと思うよ。ガリレオ7って、だからこれガリレオ7番星ってことでしょ。じゃあ、いや確かこ この船がガリレオ7だと思う。あ、そうなんだ。分かんない。あ、でも本当だ、7って書いてる、うん、気がする。ガリレオってそう、惑星連邦の船だった気がする。ああ、ゴリラの惑星。こいつはすげえや。やばいな。あ、俺400歳の少女見た気がするぞ、これだけ。たまたま。なんかあれだよ。あの、思春期になったらみんな死ぬやつ。そうだっけか。まあ、てか今見ようとは見れるんですけどね。アーカイブ上げられなくなりますよ。いや、今日のアーカイブはもう元々からしてどうでもいい気はしている。お、劇場版稲川怪談語り部をご覧になったなって勧められてるじゃないですか。新スタートレック見てるじゃないですか。新スタートレック見てますよ。あ、これですよ、ピースピース曲かけらこれね、自分あの主人公がね、断片的な記憶だけを残してるんですよ。それが自分のあの彼女が死んだ記憶、瞬間の記憶なんですね。で、そのね、彼女が死んでいくときにこう石になって死んでいくんですよ、うん、でもそういう断片的な記憶だからさ、そういうメタファーか何かかなとか思うじゃない、うん、そしたら次のあの次なんか次の別のシーンでは、そのなんていうか、あの道でね、あの男があの謎の白い服を着た女とこうなんか会ってたりすると、その女の力によってそいつがあの石になって死んでいくんですよ。あ、現実の人間が石になって死ぬのは現実レベルなんだなっていう、その瞬間にね、俺だからなんかこう、その彼女がそうなって死ぬっていうのはなんかメタファー、そのそいつの心理か何かのメタファーでそういうシーンなのかなと思ってたら現実っていうね。だから仮面ライダーだったんです。だから話がボワーッと思って、ね、そこで見てる。エンタディスカバリー、ディスカバリー見てますよ。ディスカバリー見てたらなんかアフタートレックに自動的に飛ばされてアシリスタンってダークジェントリーね、結構ね、好きで好きだったの、面白かったな。ないじゃないですか。ないね。クリックして
まあ、あれですよ。いやいや、あれ宇宙大作戦です。まあ、宇宙出てるじゃないですか。あ、宇宙兄弟なんかもやってるんだね。宇宙戦争。宇宙大作戦。漫画宇宙大作戦。あ、サタルク時代なかった。ウフラン。あ、これか。あ、そうそう。見てる、ほんとだ。ウマキさん、ちょっと見てる。ちょっと流してたんじゃないかな。だから、9話ぐらいの。誰が子供の面倒を見る。あ、でも最後まで見てない可能性がね、うん、ここで止まってるってこと。ユーフンドラ1話だけちょっと途中まで行ってそれ、カーグ出てこないやつじゃん。やっぱり 見るべきなのは怪人ゴーンとの対決。怪人ゴーンとの対決。でしたね。いやー、ゆっくりな種族だったな。怪獣ゴーン、トカゲのような。トカゲを見た時のような深いのような。5時か。帰りますかね。スタートレックは、スタートレック、カーンの逆襲、ミスター・スポックを探せ、故郷への長い旅、新たなる未知へ、未知の世界、ジェネレーションズ、ファーストコンタクト、反乱ネメシス。そうだ、ファーストコンタクトがあるんだ。ファーストコンタクトは、ゼグラム国連博士で、ジェネレーションズがあれだ、カークとピカード。うん、そうだ。ネメシスが防具だよね。ネメシス防具じゃない。防具に対してロメランと同盟結びじゃなかった。うわ、思い出せねえ。そう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 、ロメランと同盟結んで、え、違う、え、データのお兄さんが出てくる。あいつだ。 B4。 え、ロアじゃないんだ。 B4。 さらにマミオですかな。未知の世界がクイーンゴンか。ジェネシスを初めて、ジェネシスが初めて見たスタートレックだったかも。おお。野蛮だ。野蛮の音がする。なんか見込みはある。数千年後には。地底怪獣ホルター。怪獣って言っちゃうと、もうなんていうか他の文明っていう感じなのかよくんだよ。なんかわかんないけど。回収つっちゃいかんよね。第1話、光る目玉。第2話、謎の球体。3話、恐怖のヴィーナス。2人の科学。惑星 M113 の吸血獣。あれだ、科学のお兄さんがなんか死んだやつだ。魔の宇宙病。
生殺性から来た少年、宇宙基地 SOS、 コンピューター人間、悪魔島から来た巨人、400歳の少女、殺人鬼コトス、ゴリラの惑星、宇宙軍法会議、タロス星の限界人、おかしなおかしな宇宙遊園、ゴトス島の怪人、怪獣ゴーンとの対決、2つの宇宙、宇宙歴元年7月21日、ベータ3の独裁者、コンピューター戦争、宇宙の帝王、死の楽園、地底海上ホルタ、クリンゴン帝国の侵略、もう出てきたじゃないこれ危険な過去への旅、デネバ星の怪奇生物、今日赤色タイは誰に殺した？確かに確かに誰を殺したんだ。でもメゾロンが殺してたら野蛮になってしまうので、誰だ、やっぱあれなんじゃない、ゴーンなんじゃない、ゴーンのあの迫撃砲は何だったのかな、わかんない。初期のクリンゴン、クリンゴン人、ああモンゴル人みたいな、うん、クリンゴン人ね、初期の。インタープライズから見れば未来の、ああホラー映画クラウン、資料の腹音あるじゃないですか。デスノート見たな。デスノートも全然ダメらしいじゃないですか。うん、つまんなかった。少女いけにえ、ずっとそれなんだ顔。ソーファイブ、Don't knock twice、 The boy、 え？ The boy、 The boy、 人形少年の館、やめそう、恐怖のハネムーン、恐怖のハネムーンって2015年の映画のタイトルじゃないよね。それこそスタートレックの第1シーズンで。あとあれ見たんだ、俺なんだったかな、なんかね、やっぱり山小屋にみんな行くやつ、トゥルースオアん、ロアじゃない、ロアじゃない、ディア、トゥルースオアディアっていう遊びある、なんだろう、なんかあのルーレットみたいの回して刺されたら真実を言うか、あーなんか、あーなんか、あるね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 、あるある、あるある、うん、それで恥をかかされて、うん、自殺しちゃった弟のために、なんか兄が復讐のために山小屋に、それの前に参加してた奴らを呼びつけて、その復讐みたいなのをやり始めるんだけど、ちょっとずつなんかちょっといろいろとこう展開がずれてきて、最終的に落ちに行く。青鬼 PG12、 人狼ゲーム、
グラシの泣く頃に。それダメですよ。キョンシゾンビフライングジョーズサメモノね。サダコ 3D2 サメモノも一個も見てないな。ジョーズからして見てない。え、ディノシャークそれもサメモノですよ。進む地球温暖化を恐ろしい怪物を目覚めさせた。1億5000万年の時を経て現代の海で孵化した古代の巨大サメが美しいビーチを血の海に変えていく。メガロドンじゃないか。ディープライジングコンクエスト。メガロドン。ガ人間モスマン。あ、パーフェクトストラップ。アトランティックリムみたいなのもあった。それ絶対ダメなやつ。パシフィックリムじゃなくて。悪魔の存在を証明した男。見てんじゃないですか。ああ、そう。でもなんかまあなんか結構怖い、怖そうだった、でも全部なんか結局見なかった。ほっほっ。プロットとしてはあんまり。女子競泳反乱軍。さあ、そうすると始発が出てますかね。うん。生首さんいるじゃないですか、こんな時間まで。うん、今日も配信をしなければ。それではまた、またアンプルールを、アンプルールを今年中に一回お土産を持ってきます。ういっす。ではではまた、さよなら。お疲れっす。バイバイ。3D とは。ゾンビーバー。ビーバーがゾンビなんだね。配信は終わりますか。
さら。ナマステ。